委員会を再開いたしますそれでは次に公衆街路等に係る電気料金の過払いについての報告を聴取いたします理事者報告願います今井部長着席して説明してくださいはいありがとうございますそれでは公衆街路等に係る電気料金の過払いにつきましてお手元のまちづくり委員会資料に基づきご説明を申し上げます 建設局が管理をいたします公衆街路灯の一部につきまして、電力契約の容量変更および廃止が処理されていなかったため、これらにかかる電気料金に総じて本市の過払いが生じていることが判明いたしました。こののため公衆街路等の 契約情報や実際の容量につきまして調査を行った上で契約先である関西電力株式会社とカバーライブの生産に係る協議を進めているところであり現時点での状況をご報告いたしますまず1事案の経緯でございます令和4年5月大阪府都市整備部から同部の管理する公衆街路等の電気料金がカバーライとなっていた旨の情報提供がございました これを踏まえ建設局におきましても公衆街路灯の契約情報や実際の容量の調査を実施いたしました次に2調査結果でございます調査の結果容量変更及び廃止の処理がされていない公衆街路灯契約があり本市が支払った電気料金が総じて過払いとなっていることが判明いたしましたえ表をご覧ください左側建設局が管理をする公衆街路灯契約は全部で 8万 4, 件でございます表の中央ですが容量変更漏れとなっていた契約が1万555件ありこれによって約1億100万円の過払いが生じておりました容量変更漏れですが表の下の米印の2に記載のとおり東具を LED に変えること等によりまして公衆街路灯の容量が減少することの,減少することの際に 定額料金区分が変更されていなかったものであり契約ごとに見た場合、本来よりも高額な電気料金が関西電力から請求され続け、結果として本市の過払いとなっていたものでございます。また、現在調査中のため、件数金額は表に記載をしておりませんが、本来よりも低額な電気料金が関電から請求され続け、結果として本市の支払いが過少となっていたものもございます。続きまして、表の右側、 廃止漏れとなっていた契約が191件あり、これによって約1400万円の過払いが生じておりました。廃止漏れですが、小目印の3に記載の通り、公衆街路灯は現地に存在はしないのですが、契約が廃止されていなかったものであり、その結果、官電から当該分の電気料金が請求され続け、本市の過払いとなっていたものでございます。 続きまして、次のページの3の処理漏れ発生の原因でございます。まず、括弧こ1、容量変更漏れでございます。本市では、平成25年度から28年度までの間に、公衆街路灯の大半につきまして、蛍光灯等から LED 灯への転換を集中的に実施しており、その際には各土木事務所から毎月、 転換完了分の申請リストを関電の担当営業所に送付することにより、容量変更の申請手続きを行っておりました。今回判明しました容量変更漏れの大半は、この期間に発生していたものでございます。残存している当時の書類等を調査しました結果、本市は総理で適切に申請手続きを実施していたことが明らかとなっておりまして、関電の社内調査結果も踏まえると、処理漏れの主たる原因は、 感電側ににあるもののと推測をしております次に括弧の2廃止漏れでございます廃止の際には、えー、電気特定小売り供給約款に基づき電話など口頭により手続きすることになっていましたため手続きにかかる記録等は、えー、存在はしておりませんが、えー、本使といたしましては適切に契約の廃止手続きを行っていたものと考えているところでございます。続きまして4 金のの生産に係る関との協議状況でございますこの間、関電と協議を重ねてきました結果、一定の関払い金の返還及びこれにかかる法定利息の支払いを受けることで合意に至っております。まず、括弧の位置、容量変更漏れでございますが、関電が社内調査で処理漏れがあったことを確認したもの、および LED 転換完了分の申請リストが発見されるなど、 本市が手続きを行っていたことが確認できるもの9255件分について本市が支払いを受けることで合意をしております関電においてこの分全体の算定がまだ完了していないため概算額となりますが課払金約8800万円及びこれに係かかる法定利息約1800万円を合わせた約1億600万円の支払いを受けることとなると考えております なお、現時点で合意に至っていない分につきましても、返還されるよう引き続き調査および協議を実施してまいります。また、本来よりも低額な電気料金が関連から請求され続け、結果として本市の支払いが過少となっていたものについても、引き続き調査の上、対応を協議してまいります。次に、括弧の2廃止漏れでございます。 関電が社内調査で確認をした二重契約などの処理誤り21件分について、本市が支払いを受けることで合意をしております。これにつきましても概算額ですが、過払い金約160万円、およびこれにかかる法定利息約50万円を合わせました、約210万円の支払いを受けることとなるものでございます。 なお容量変更と、容量変更漏れと同じく現時点で合意に至っていない分につきましても返還に向けまして引き続き調査及び協議を実施してまいります、はい、なお容量変更漏れ及び廃止漏れが判明をしました公衆ガイド等契約につきましては本市からの依頼に基づき関電の方ですでに是正処理を完了させております3ページ目になりますが最後に五 今後の対応及び再発防止策についてでございます。まず、括弧の1、調査・協議の継続でございますが、大阪府など、他団体と関連との協議状況等を注視しながら、合意に達していない過払い金も生産されるよう引き続き調査や協議を進めてまいります。次に、2、括弧の2、再発防止策でございます。現在、公衆街路等にかかる毎月の電気料金の請求明細書は、 8万を超える全県の料金リストが PDF 形式で発行・送付されておりまして、新設や廃止、容量変更があった箇所を特定して検索することができない状態であるなど、電気料金の移動の確認において相当な困難をきたしております。このため、新設廃止、容量変更の処理および電気料金の移動の状況につきまして、 容易に記録、確認できる仕組みの構築を観念に対して求めているところであり、現在検討中であるとのことでございます。本市におきましても、こうした仕組みの活用によりまして、電気料金請求時の確認を徹底し、再発防止を図ってまいりたいと考えております。資料のご説明は以上でございますが、このたびは本市としまして、電気料金の過払いの発生に気づくこうとなく、結果としまして長期間にわたり、 多額の過払い金を招致させましたことは極めて重大な問題であると認識をしており、深く反省をしております。今後は合意に達していない過払い金の返還等に向けまして引き続き調整協議に全力を挙げて取り組んでまいります。ご報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ただいまの報告について何か質問はございませんか。山本圭一委員。 山本一委員よろししくお願いしますこの件につきましては、昨日ですかね、新聞紙上にも掲載されていたと思うんですけれども、このシュガイル島の電気料金については、ですねやっぱり1億円を超えるような、まあ、多額の株払いが、金が発生したということでありますし、まあ、本市は基本的に適切に手続きを行っており、 まあ大部分の変化に合意しているとのことであったと思います。その点は安堵しているんですけども、他都市のまあ情報提供がなくて、まあ気づかなければカバレがさらに継続する恐れもあったと思います。まあ事実関係も複雑であるため、やはり時間はかかると思いますけれども、まあ細かな点も含めまして順番に。 と確認してておおきたいと思っておりますまず1位ですけれども、事案の経緯についてでありますけれども、これ、昨年5月に情報提供を受けて、ですね、まあ、調査を開始してから1年近くになります。この間、どういった調査や協議を行ってきて、また現在、どういった状況に到達しているのか、概略について説明していただきたいと思います。よろししくお願いします今井部長 はいえー、事案の経緯の、まあ、概略でございます。あの昨年の5月にあの大阪府の方から、えー、情報提供を受けまして、まずあの我々としましてはあの、現状がどうなっているのかをまず把握する必要があるということで、調査を開始いたしました。えー、約、まあ、8万4000、えー、契約ございますので、その契約データをまず関連の方から入手をしまして、あの我々の実際の街路灯のワット数と、 まあどどううなってていいるるかかか合致しししををままず確認をいたしましたその結果、まあ、資料に記載をしておりますとおり、えー、容量変更漏れと廃止漏れがまあ合わせて1万件以上まあ見つかったということで、まあ、電気料金の過払いがあったことをまあその時点で把握をしたというものでございます。でまあ、その時点では、なぜそういうことが起こったのかという原因がちょっと我々もわからなかったので、その処理漏れの原因につきまして、調査をあの続けておりましたところ、 えーまあ、あの本市が、関連の方に提出をしておりました、えー、申請リストですね、当時のリスト等があのだんだん、まあ、見つかってきた、発見されてきたということで、あのーまあ、だんだん、まあ、本市があの適切にしあの手続きを行っていたということが分、まあ、かってきたということで、あのーまあ、あの最終的には過払いの大半については、えー、原因は関連にあると、まあ、判断するに至ったものでございます。そ、えー、その後、えーまあその後 返還に向けまして、関連と協議をまあ重ねてきたということで、現時点ではまだ中間的な状況ではあるんですが、過払いの責任については、明確な証拠がまあ,あるものということで、9255件とまあ21件、これにつきまして、元本分に利息を加えた額の支払いを受けるということでま、ま現段階では合意に至っているというものでございます以上でございます。 わ、はい、かりました、えー、次にこの3ですけれどもお、処理漏れ発生の原因について、まあ、詳しく聞きたいと思っております。これ全、全、えー、契約の約8分の1、1万件以上にも及ぶと、容量、うん、変更漏れが発生した主たる原因は、まあ、関電にあると,とのことですけれども、そのように考える理由は、まあ、関電もそれを認めているのかどうかをお伺いしたいと思います。今井部長 はい。あの、処理漏れの原因についてでございます。 要領変更の手続きにつきましては、えーまあ、申請リストをまあ提出することにより、まあ、行っていたものでございますが、あの当時の決済書類につきましては、あの保存電源が切れておりまして、あの決済自体はまあ廃棄をされていたところでございます。このため、まあ、我々としましては、あのまあ、倉庫でありますとか、あのパソコンのハードディスク、まあ、そういったものの捜索ですね、資料の捜索をこの間、ずっと続けておりまして、まあ、結果として、まあ、当時の申請リストのまあ相当な部分が、えー、発見され といいうものでございますそれから、あの関連度協議を進める中で、わ、ま、れ、あ、我々としましては、えー、関電の方にもそちらでも調査を行ってくれということを、まあ、強く求めましてで、まああの、調査を行ってくれたわけですが、その社内調査の結果、関電の社内から本市がまあ提出した申請リスト類が大体2万件発見されまして、でその2万件のうち、えー、約1100件がまあ処理漏れだったと。 いうことで、まあ、これらのことから、関、ま、連、あの,の方でも過払いの責任が関連、まあ、にあると、まあ、あの認めざるを得ないということになったものでございます山本圭一委員まあ要領変更、漏れは、まあ、事務処理、漏れやまあ誤りがあったことを関連が認めて、まあ、今回の返還に至ったとのことで理解いたしました。でではこのどうして関社内でまあ事務処理漏れ また誤りが発生したのか、その原因は確認できているのかをお伺いいたします。今井部長 はい、あの関電の方の処理漏れのまあ原因ということでございますが、あのまあ、関電の方からは、その点についてまれわの方にまだあの明確な説明はあのいただいていないところでございます。ただです、ね、あの関電さんの関電のまあプレス資料、広報発表資料にはです、ね、えー、LED 化の集中転換に伴う容量変更手続きにおいて、京都市からまあ多数の申し込みがあり、 えー、重量から処理完了までの進捗管理が十分にできていなかったことが原因であると、まあ、こういうふうな、えー、まあ、抽象的な説明がまあされているところでございます。で、あ,のーまあ、あくまでも推測、まあ、推定なんですが、あのまあ、の事実関係で申し上げますと、えー、容量変更漏れにつきましては、あの大半がですね、平成27年度の後半に、えー、の時期に集中してまあ発生をしておりまして、 であのその時期で言いますと、まあ、関西電力におきまして、えー、送電部門の分社化でありますとか、われ、まあ、我々が、えーとまあ、手続きの窓口の相手方であります、低圧電力の窓口の事務所の組織が閉鎖をされたりとかという、まあ、大幅な組織改変がなされていたり、でまあ、それに合わせまして、京都市が、まあ、あのいろいろなやり取りをしている えーまあ、窓口の職員さん、人員の体制もかなり縮小されていたということで、あ,のあ,の、まあ、あくまでも推測ではございますが、そういうことが、まあ、背景にあったのではないかと考えているところでございます山本敬一委員。 再発防止のためにも重要であると思いますし、まあ関連側にしっかり確認しておいてほしいと思っております。え次にこの廃止漏れでありますけれども、これも本社が適切にまあ契約の廃止手続きを行っており、まあ関連側の責任と考えているとのことであります。まあこれ手続きにかかるまあ記録が残っていない中でですね、そのように考える理由、まあ根拠は何なのかどうでしょうか。今井部長。 はい、あの廃止漏れに関するまあ、えー、責任の根拠でございます。あのご指摘いただきましたように、えー、廃止漏れにつきましては口頭で申請手続きを行っておりましたので、あの明白な証拠処理というのがまあ、存在しないというのが実情でございます。ただですね、あのまあ実際廃止漏れとなっているあの電灯街,街路灯を、えー、まあ実物を確認をしますと。 まあそのうちのすべてではないんですが、多くのものにつきまして、街路灯の明かりだけではなくて、電線からの引き込み線も含めて、今、撤去されている状態になっております。この引き込み線を少しご説明をさせていただきますと、街路灯を設置する際に、まず、関電、関電さん、関電のまあ実際には事業者、業者の方が、 送電線から、えーまあ、分岐をさせて引き込み線を、まあ、分岐をさせてでそれを、えー、電柱の、まあ、接続する点、まあ、接続ポイントまでその引き込み線を、まあ、関電の方で設置をされますで京都市の業者は、えーまあ、街路灯の、まあ、明かりをつけてその街路線を、えー 接続ポイントにつなげることで、まあ、電気を通電してまあ、電気がつくことになります。まあ、このためですね。あの、その引き込み線接続ポイントまでの引き込み線は、えー、関西電力が所有する配電設備という扱いになります。でまあ、逆にあのまあ、街路灯廃止する際には、京都市の事業者は外路灯そのものと、えー、接続ポイントまでの線を撤去して引き込み。線自体は関電の方で。 あの最終的には撤去されるというまあ役割分担となっておるんですが、このまあ廃止漏れとなっているものについても、引き込み線まで撤去されているということは、少なくとも何らかのまあその廃止について、関西電力が認識をしていたという、詳細であろうというふうに考えておりまして、その点につきまして、我々関電の方にもそういう主張をしておるんですが、現時点で言いますと、京都市の業者が誤って、 引き越し線まで、あの撤去した可能性はまあ排除できないというようなことで。まあ、まあ現時点では返還合意に至ってないものでございます。大和刑事。わかりました。あのまあ要領変更漏れはまあ官邸の責任。というのを認めて。 いてですねやはり廃止漏れもその可能性が高いと見ているという、そういうことで理解いたしました。まあ、公共性の高い、まあ、この電力事業者であるまあ関西電力ですけれども、まあ、こうしたずさんなまあ事務処理を行って、ですね、まあ、本市の過払いを生じさせたことはまあ大変遺憾であると私も思っております。ただ、一歩で,で、すねやはり、えー、京都市してもまあ何,何年かで、ね、気づくことなく、ですねやはり多額の過払い、 を続けてしまったことにはね、問題がなかったのか、そうしてどうして気づけなかったのかと、その点が疑問でありますので、この点、いかかがでしょうか今井部長。はい過、えー、払いに、まあ、あの本質として気づけなかった理由でございます、あの先ほど、ま、あの触れましたがあの、毎月送付されます、8万件を超えるこの全件の料金の明細書でございますが、 あのこちらの、えーまあ、移動欄、備、ま、考、あ、欄のようなところに、実はまあ新設とか、えー、容量変更とか、まあ、そういう変,化あの変更があった際にはそういうものが記載をされております。でこのリストにつきましては、PDF 形式でまあ作成をされておりまして、実はその例えば容量変更のものだけを抽出する、検索するというのが、ちょっと形式としてはできない形になっておりました。 でまあ、あの当時で言いますと、まあ、多い時は月に2000件を超えるような有料変更を、えーまあ、行っておりましたので、まあ、こういった明細書の形式もありまして、あの実際には1件1件のチェックですね、あのそれが、まあ、できていなかったというのが実情ですし、あのまあ、実際に、まあ、やろうと思っても現実的には、まあ、なかなか困難であったというのが実情でございます。で一方でですねあの 京都市の方で支払いを行って,ております、まあ、電気料金の額ですね、あのこちらにつきましては、まあ、あの今回1万件が処理漏れだったんですが、まあ、逆に言うと7万件分は処理をされていたということもありまして、実は大きく減少しておりまして、あの具体的に申しますと、例えばまあ26年度のこの街路灯の支払いの総額でいうと、6億5000万円であったものが、 平成29年には4億1000万円ということで、大きく減少をしておりましたので、当時の認識としましては、LED 化によりまして、電気料金も着実に減少したという受け止めをしておりまして、その処理漏れということの可能性に思いに至らなかったというのが実情かと考えております。 ただあの、まあ振り返った、しかしながら振り返ってみますとその、まあ、個別に一件一件の確認ができなかったとしても、まあ、全体として減っているんだから大丈夫だろう、まあ、しかも、まあ、公共性の高い、えー、公益企業たる、まあ、関西電力からの、まあ、請求であるから大丈夫だろうという、まあ、そういう、まあ、少しあの緩い 考え方もあったのかなと、思考停止をしていたのかなということで、まあ、その点につきましてはやっぱりあの反省せざるを得ないと思いますし、やはりもう一歩進んだ対応を取るべきであったのかなというふうに、それはあの反省をしておるところでございます山本啓一委員。 まあ私もまあ今、答弁あった通りだと思っております、まあ、これ、選挙書のま確認が難しかったとしてでもです、ね、そのことをまあ関連に申し入れてです、ね、やはり仕組みの改善を図るなど、積極的な行動を取るべきであると、うそうありました、えー、そしてまあ公務に携わる以上です、ね、まあ、そういった視点とまあ行動が常に求められることをまあ認識してもらいたいと思います。 これ、他都市からですね、まあ、大阪とか、今、いろいろなところ、他都市からですね。情報提供はなくですね。発見できていなければですね。過払いはさらに続いていたと。うん、この点は、しっかりと反省してもらいたいと思っております。えー、続いて、この四なんですけども、過払い金の返還等にかかる関連との協議状況に。 ついてで何点か確認したいと思っております、えー、カバレ金はまあ法定利息も付してまあ支払われるとことですけれども法律上、うん、どういった根拠によるのかそしてまあ支払いの期間また利率は何パーになるのかどうかそれぞれお答えをしていただきたいと思っています今井部長 はいえー、返還金、それから利息の法的な性格についてでございます。あの今回、えーまあ、関連と返還合意に至りました、えー、9276件の返還金の、まあ、法的な性格でございますが、あの民法の、えーまあ、415条の、まあ、債務不履行責任による、まあ、損害賠償金に、まあ、当たるものということでございますであの。利息の支払いの期間でございますが、あのまあ、過払いが発生をした日から、 あの実際にこの過払い金が本市に支払われる、弁済されるまでの期間でございます。で利率でございますが、利率はまあ6%ということで、あのこれはえ改正前の商法の商事法定利息であります、6%、これを適用するというものでございます山本経一委員。えわかりました、あのこのまあ法定利息も含めましてね、返還協議が進んでいてですね、特にまあ、 容量変更漏れは、現時点での件数の九割近く変換されてですね。実質的に損害はなくなる見込みであることは、素直に良かったかなと思っております。ただ、これ、容量変更漏れではですね、一千三百件、廃止漏れでは百七十件が変換合意に至っていないということで、この理由の説明と。 この文言が返還される見込みを教えていただきたいと思っております、また今後、この調査、また協議が必要となるものについてもです、ね、合わせて教えていただきたいと思っております今井部長。はいえっとまあ、残りの返還の見込みでありますとか、今後の協議についてでございます。 あのまあ現時点で協議の,の整いましたえまあ合わせて9276件ですがあのこれにつきましては協議の,の中で関西電力の方がまああのうがこういった条件に当てはまるものはまあ返しましょうということでまあ累計といいますかある意味、方を決めてその方に まあ合致をしたものここれが9276件あるとといいうことでございます意に立っていない1470件の方ですがあのこちらの方は、まあ、一番多いのがあの申請リストなどのそういった証拠がちょっとまだ見つけられていない残っていないというものがまあ一番多いんですがその他にもこちらとしては、まあ、証拠を示している証拠を示しているんだけれどあの関連の方で今 まあこ,のこういったものは返しますという、その累計、型にまあ合致していない、はまらないために、関電が今、責任を今はまだ認めていないと、そういったものが含まれているという状況でございます。で、これらにつきましては、まあ我々としてもまだ、追加の証拠でありますとか、その詳細な調査とか、あるいはあの突っ込んだ、え、ー 交渉これがまだまず十分できていないのが実情ですので、えー、今後、さらにです、ね、この一件一件につきまして、あのー、さらに、あのーまあ、深めた調査でありますとか、詰めた協議交渉、これをまあしていく必要がありまして、あのーまあ、見込みとしてはなかなか難しいんですが、あのー、それなりの時間がまだまだかかる。 ような、えー、状況でございますあのいずれにしましても、あの原因の,あの根本は関電の方にあると我々としては考えておりますので、しっかりと返還を、えー、実現できるように、引き続き全力で取り組んでまいりたいと考えております山本敬一わかりました、あのすで、まあ、に雇用している田所市は、ですねほとんどの部分がま返還に至っておらずですね、この 大阪などはソチョニに発展しています。まあ、そういった中で,ですね、京都市がまあ法定利息も含めまして、大変が返還されていることとなった理由は何なのかというのと、まあ、本市も合意に至っていないまあ部分、残る部分の返還を受けるためにですね、やはり訴えの提起を検討していないのかどうかをお伺いいたします。今井部長 はい、あの京都市があの返還合意にまああの至っているまあ理由でございます。あのまあ、ご所がありましたように大阪府それからまあ大阪市もあの同様のような状況なんですがあの、まあ、こういった都市ではいわゆるあのうちでいうまあ廃止漏れこれがあの争点中心的な争点になっておりまして従いましてあの手続きとしまして口頭、まあ、でそれぞれ大阪府大阪市もされておりましたのでそういう明確な 証拠がまあないということで、あの関連はまあ自らの責任をまあ全く認めていないというのが、あの大阪大阪市の状況でございます。で、あのま、京都市と関連との協議につきましても、あのまあ最初の頃ですね。当初の頃はあの関連の方はまあ責任を、まあ。まあ全否定しておりまして。まあ、当時はまあ当初は返還に応じる義務はないというスタンスでまあ交渉が始まったと。と いいう状況でございますしかしながら、まああのまあ、京都市の場合はその容量変更漏れの方が書面で手続きをしていたということもありましてあの、まあ、しかもその手続きにつきましては、まあ、観点とこういう手続きをしましょうということで合意をした手続きでしたのであの、まあ、そういう書類が、まあ、決済そのものは廃棄はされていたんですが あの控えとなる書類がまあ少しずつまあ出てきたと、さらに、関電の方う、調査を求めて、関電の方からまあ,あの我々の提出した書類が出てきて、その中からまあ漏れが、しかも漏れが含まれていたということで、そうした結果、関電が最終的に責任をまあ認めざるを得ない状況になったというのが経緯でございます。残りののの部分の訴訟の あの考え方でございますが、あのまあこの間の協議によりまして、すべてではないんですが、まず9割近くについて、関連の責任がをまあ認めるに至ったということと、あとまあ6%のえー法定時速ですね。 この支払いまで引き出すことができたということで、こういう経過も踏まえまして、当面は任意協議の中で、残りの部分の返還を引き続き求めていきたいと考えておりますが、ただ、最終的にはやっぱり、基本的にはやっぱり回収を図るということが目的ですので、選択肢として訴訟というものも、最終的な手段としては当然、想定をしていく必要があると考えております。山本 分かりましたこの再発防止策についてですけれども、まあ、容易に記録、確認できる仕組みの構築を求めているとのことでありますけれども、どのような仕組みでやるのかというのと、また、これまで確実に再発防止できるのかというのをお答え願いたいと思います。今井部長 はい、あの再発防止策でございます。あの,ーまあ、あの我々側の、まあ、問題点、反省点としましては、やはりあの1件ずつのチェック、確認がやっぱりできていなかったということが、まあ、あろうかと思っております。で、あのー、現在ですね、あの関連のほうに、あのーまあ、依頼、求めておるあの具体的な中身でございますが、あのーまあ、現在、PDF で発行されている明細書につきまして、これを Excel 形式で、えー 発行ししててくださいという、まあ、そういととうううそシステム変更をを依頼をしておるところでございます、まあ、これによりまして、あのー、まあ8万件あるんですが例えば容量変更っていうまあ項目を検索をしてあのその項目だけを抽出することができるようになりますので毎月まあそういう変化があった部分についてはあの各1件1件をあのチェック確認できるようになりますので、あのー、まあそういった仕組みをまあ我々としてはまず あの入れていただいて、しっかりと毎月チェックできる体制を構築をして、まあ、それを実行すると、そういうふうにあの改善をしてまいりたいと考えております山本圭一委員。 過払いとなっている分をまあ確保して、ですねやはり本心そいつが生じている状態の解消を図ることがまあ必要であって、ですねこれを目指してほしいと思います、そのためにやはり必要な場合は、訴えを提起することも含めまして、ですねしっかりと取り組んでいただきたいと思いますけどその点について最後に決意を述べていただきたいと思います。今井部長 はい、あのーまあ、まず最初に、ですね、やっぱり長期間にわたりまして過、あのー、払いにまあ気が付かなかったこと、まあ、このことはやはり大変重大なことであるということで、あのー、認識しておりまして、あの深く反省をすべきものと考えております。 あのまあ、再発防止策先ほどあの答弁申し上げましたがこのことをまずは着実に実行しましてあの二度と同様の事態を繰り返さないようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております、えー、その上であのまあ、本件の過払いのあの原因根本的な責任はあのやはり関電の側にあるとま考えておりますのでまあこれまでのえ協議の中でまあ、利息を含めて多くの部分の返還、まあ 押し、えー、てもらうことにはなったわけでございますがやはりあの合意に達していない部分がまだたくさんございますのでこういった残りの部分につきましても、えー、引き続きより厳しい姿勢であのー。 協議交渉にえ当たりまして、あの回収できるよう全力を挙げて取り組んでまいりたいと思います。あのまあ今回の一連のま状況につきましては、あの司会の先生方、それから市民の皆様に大変ご心配をおかけしたということで、あの申し訳なく考えております。申し訳ございませんでした。 山本啓一員、まあ、反省もしていただいて、ですねこれからよろしくお願いをいたしたいと思っております。やはり、まあ完全にね、えー、関西電力に、まあえー、この事案の発端があるにせよです、ね、やはり、えー、気付けなかったことにはしっかりとやはり反省をしていただいて、ですねこの再発防止を策をまあ講じるとともに、ですねやはり過払い分のまあ最大限の返還に向けまして、まあ努力を。 また継続することを求めて終わりたいと思いますよろしくお願いします以上です、はい、進行いたします平井副委員長平井副委員長よろしくお願いしますえー、っと今回の事案はですね 公衆街路湯の、えー、関西電力とのまあ、契約の関連の関係だと思うんですけれども、一つはあの、えー 先ほどあの答弁に述べられましたようにあの平成27年頃にあに集中していたあの LED 化に伴うあの契約変更で当時あの40ワットの電気があの20ワットになったということをお聞きしているんですけれどもまあこういう変更する際にですね定額料金区分の変更がされなかった差額がまあ今回の係争というかまあ今の 競技の中身の主なものになっているということでありまして一方で廃止漏れについてはこれはあの大阪府とまあ同じということで先ほどもちょっと答弁ありましたけれども大阪府で言いますと、まあ、件数もそんなに多くなくてですね全体で218件金額もあのこれ多分推計だと思うんですけど3400万ほどだということでありまして、まあ、どちらにせよですね えこの廃止漏れについては契約が廃止されず、請求され続けてきたというものだというふうに思うんですけれども、改めてですね、契約、関,関係でいうと、契約上ね、関西電力との,あの合意を先、していたということで言われましたけれども、容量変更の場合はこういうことだということでの契約をされていたと思うんです。 でまあ、廃止漏れについても、口頭だということでありまして、まあ、あの僕は結構、問題があの非常にいろいろ山積してるんじゃないかなと思うんですけれども、あの契約上、どこに問題があったと考えるのか、改めてちょっとお聞きしたいと思います今井部長。はい、あの契約の、まあ、仕組み、手続きの部分で申しますと、やはりあの特に廃止漏れ廃止の手続きについて、 まあ口頭で行っていた部分といいうのは大きいと思っておりますただ、あのこれ自体はあの、えー、電気特定小売供給約款、まあ、いわゆる約款の中で、高、ま、騰、あ、で行うことができるということが、まあ、明記されておりまして、あ,のある意味、全国の、えー、電気会社がまあこういう共通の手続きをされていたという状況かと考えております平井副委員長。 あのいやそこも一点聞いてるんだけれども、そ,のそれと定額料金区分の変更がされなかったことについて、まあ、事前にあの合意をして、あの契約をしているって言ったけれども、この点は何も問題なかったと考えるんですか、ね、今井部長。はいあのまあ、事前にあの京都市の方うで、えー、短い期間に集中的に、まあ、LED 化を進めるということであの、どういう手続きをするのがお互い スムーズかということで話し合いをしまして、まあ、こういう申請書類を提出する形でやりましょうということを合意をして京都市からはまあその合意に基づいた手続きをまあ実施をしていたとでただあの京都市が提出していたものに対して関西電力さんのまあどういう事情があったのかあの正確には把握をしておりませんが結果的にはまあ処理できないまま,まあ、えー、残,残り続けていたと。 いうことの点はやっぱり反省をすべきではあるとかと思うんですが、やはりもともと約束をした手続きをしたのに対し、えー、処理をしていただけなかったこと、この点がやっぱり基本的には大きな問題だったと考えております平井副委員長。まあ、あの要するに、その事業者間、まあ、一応、京都市も含めて、この場合は事業者間であの合意したものに対して、 通常、その料金をいただく側がですね、あのきっちりと契約に基づいてその書類を残していくというのは当たり前でありまして、まあ、こういう当たり前の作業がなぜかされていなかったということが大きな原因だという、まあ、これの容量変更についてはそうだというふうに思いますしやっぱり関西電力側の責任が僕は大きいと。 あの要領変更によるです、ね、全体の過払い契約件数は1万555件でそのうち9255件、まあ、解決のめどが立ったっていうことでありますけれどもあの残りの部分についてね、まあ、先ほどちょっとお話いろいろありましたけれども1300件残っているわけでありまして えー、この1300件でいうと、まあ、普通に考えれば、ね、容量変更だからその、えー、と書,書類が残ってて、ね、すぐ解決できるというものだというふうに思うんですけれども一方で今あの言われたようにその書類が残っていないという現状があるわけでありましてこれはあのやっぱりかなりあの証明するということが厳しくなってくるんじゃないかというふうに思うんだけれども。 まあ僕は全部解決しなきゃいけないと思うんですよ、やっぱり、そのなんか残していいというもんじゃないと思うんですよね、やっぱりあの市民からの税金も含めてです、ね、あのえこれを使って電気料金も賄っているというその存在においては、やっぱり全額あのきっちりとあの生産していくということが、僕は必要だと思ってまして、まあ、この点、どうするのかっていうことは、非常に思うわけでありまして、この点、いかがですかね。今井部長 はいあのまあ、冒頭、説明しましたようにあの、まあ、決済書類自体があの廃棄をされていたったというのはなかなかわれわれとしてはまず一番の障害になりましてでその上で,あのできる残っているものがないかというのを、まあ、この間、まあ、ありとあらゆる方策を尽くしてなんとかあの探し出してきたと。ただ、えー、やはり今、まあ、1300件のの、まあ、多くの部分が まあその書類が見つかっていないというものがあの多くを占めておるんですが、引き続き当然、調査というのは続けるんですが、すべてが見つかるというのはまあ現実的にはなかなか今、難しいのかなという状況に至っておるところでございますま。とはいえ、これを全体として見れば、関西電力さんの方でえミスをしていたとまあ判断せざるを得ないと。 常識的には思いますし、まあ、それに対して、証拠がないから返さないというのが関伝さんの姿勢で、でまあ、状況で言いますと、まあ、京都市としては使ってもいない電気代をまあ払い続けていたということで、それはまあ返してもらえるのがあの常識的には当たり前かなと思っておるんですが、今、なかなかまあ法的な考え方等もあって、今、関伝さんには応じてもらえないと。 という状況ではございますが、あのまあ、その辺につきましては、まずはあの、まあ、証拠を出せと言われているので、まあ、証拠をもとあの探す努力は最大限する一方で、法的な部分についても、あのこの間、いろいろな相談もしておりますし、まあ、大阪府市で、まあ、訴訟がされている状況もございますので、そういう状況も踏まえて、まあ、法的ないろいろな解決策、こういうことも視野に入れながら、 まあ最終的にはしっかりと解決できるように、最後までそこは取り組んでまいりたいと考えております平井副委員長。あのまあ、しかし、あのまあ、先ほど言ったように、容量変更でいうと、その相手側との合意で書類作ってるわけでありまして、でその書類に基づいて請求もそれは、えー、出されてです、ねあの、その証拠が残っていないというのは、僕はかなりいかがなものかというふうに、やっぱり思ってしまうわけですよね。うん であの要はまあ京都市側とすれば架空の電力請求されているようなものでありましてそのどこまで詰められるかということは非常に難しいところがあるかもしれませんけれどもあの例えばその一個一個の工事の履歴なんかも含めてね、その都合していくとかいうことも、まあ、廃止の方もそうだと思うんですけれども。 あのそういう作業も含めてやっぱり最大限努力していくということは非常に求められるんじゃないかというふうに思ってますしあの廃止漏れの方もねやっぱ170件残ってるわけで、まあ、全体で1500件ぐらい残ってるわけでありましてあの残りの170件についてはかなりあの証拠乏しいかなと思う反面ねやっぱりその先ほど言ったようにあの工事はあの実際やってて廃止工事もずっとやってるわけですから。 そこに基づいて、やっぱり提示できるものを提示していきながら、解決、図る必要があるんじゃないかと思うんですが、今この間、ずっと協議をしてまいりまして、その何か切り札となるようなものがあるかというと、そういう状況ではないんですが、あのまあ、一つはやっぱり大阪府市の裁判であるとか、協議の状況というのは、一つ、あの後押し材料になると思いますし、 あのまあ、他の自治体でも今、まだ公表されておりませんがいろいろな調査はされているというふうに聞いておりますのでそういったことも含めて,あ,のて言いますかあるべき、えー、解決というのがあの関西電力と我々の間にはあると思いますのでそういう協議交渉も並行して進めていきたいと思いますしまだ何か調査をすべき部分があるのであればそういうこともあのないかというのはそれは。 少し町内で考えて、いずれにしても最大限、えー、本来のあるべき姿には少なくとも戻せるような努力というのは最後まで続けてまいりたいと考えております平井副委員長、あの裁判、まあ、やられているところの,、ね、あの状況はあの見る必要があるかなというふうに思いますし、まあ、大阪府がどのような出方で出るのか、証拠はどういうふうに出すのかというのは、一つの あの貴重なものになってきますしまた都市においても、まあ、同じような事例があるということが僕は問題だと思うんですけれどもやっぱり実際あるわけでありましてあのそういうあの競技とかの競争も含めてやられるわけでありまして。 あのまあ、京都市としてね、まあ、裁判に至るかどうかっていうのは、まあ、一つの判断ですし、あの金額も含めての判断になってくるのかなという思いも若干はするんですけれども、あのこの点は今、どのような面持ちで考えておられるんでしょうか今井部長。はい、あの先ほどもまあご答弁申し上げたんですが、あのまあ一定の部分につきましては、任意の協議の中で、ま、あ 特に法、まあ、定利息の支払いという部分も含めてあ,の、まあ、ある側面では柔軟な判断をしていただいている部分もあるので、まあ、そういう部分も含めて今すぐ訴訟をするというのが全体で見ると、えーまあ、合理的なのかどうかという点で見ると少しそこは様子を見るべきだと思っておりますし当面はやはり任意協議の中で まあ大阪府市の状況なんかも見ながら、協議を進めていきたいと考えておりますが、最終的にはやはり何らかの解決を図る手段の中で訴訟というのも当然、選択肢としてはまあ考えてまいりたいと考えております平井副委員長。まあ先ほど、答弁の中であの突っ込んだ協議はまだしていない部分があ,のあるみたいですし、やっぱりそういう突っ込んだ協議も含めて、準備万端にしながらね、やっていくということがあのいるのかなというふうにあの思いますし。 まあどこまで行くのかっていうのは非常にあの全体を見ながらっていうことにここはなってくるのかなというふうに思います。あのまあ8万件超える街路灯の中でまあ LED 化のような大量の変更っていうのは今すぐはねあのないわけでありますけれどもまあ あの再発防止策として、言って書かれておられますけど、そもそもあの契約のあり方に僕は問題があったんではないかなというふうに思う部分があるのと、関西電力自身が証拠書類がもう全然なかったということは、ちょっともう致命的に事業者としてどうなるのかと、信頼がこう得られるのかという思いもしますし、ああ言われてるように京都市も早期に発見できなかったということはやっぱりあるので。 あのまあ8万件にも及ぶ PDF 見ろって言われてもなかなか見れない部分はあるんですけれどもあのただやっぱ LED 化事業そのものがそれだけ進捗するっていうことは分かっていたわけでそういう際にあの契約変更があるっていうこともやっぱりもちろんついてくるものですからそこについてはやっぱりどういう時期に何をやるのかっていうのを見ながら。 もう少しの考える必要があったのかなというのは非常に思うわけでありましてあの課題残すものになっているなというふうに思いますあのまあ、方法論としてはですね、まあ、先ほどのエクセルでエクセル形式であ件一件チェックできるということを言っておられましたけれどもまあだからその 僕思うの,のは一覧表がまずはいるっていうことだと思うんですよね。PDF で8万件送られても見にくいだけですからあの一覧表がいるっていうこととやっぱ箇所づけがちゃんと分かるっていうことはその連動するように何かいるんではないかなとあの思ってまして、まあ、ど,のどの電柱のものなのかっていうのが分かればあの一目で分かればもっと分かりやすいわけでそういうことがいるのかなというふうに思います。 でまあ、あの今後の対応の中で、えー、関西電力側からすべての契約状況や箇所が一目で分かるあの資料提供というのは僕は絶対にりますしあのデータも共有できるようなあのものにしていくということがあのいるのではないかなというふうにあの思います、まあ、ちょっとその営業所の再編で、ね、その資料がなくなっているということ自身も関西電力に大いに反省してもらうべきあの点じゃないかなと。 あのいうふうに思っておりまして、普通事業者ならば、相手の顧客のデータっていうのをなくすというのは致命的な話でありまして、こんな問題を起こさせないということも、行政としてもね、やっぱり必要な要素になってくるんではないかというふうに思いますま、ああこういうそのデータの改善とかも含めて、着実にあの実行されるものなのか、ちょっと心配なんですけども、この点、いかがでしょう。今井部長 えっと情,情報が、平井副委員長。いや、だからあの関西電力が改善するっていうことを、まあ、約束してるんだけども、着実に実行されるそのメドが今あるのかなま、まあまだ見えにくいところだと思うんですけど、この点はどうかなというふうに思います。 からあのエクセル形式についてですが、あのまあ、今現在いただいている答えとしては、検討しますという答えをいただいているだけなんですが、われ、まあ、我々としてはそんなに難しい変更ではないと思っておりますので、あのここについては着実に実行されるように強く求めてまいりたいと考えております。 平井副委員長まあだからもう一つ言えば、やっぱりもうちょっとちゃんと箇所付けがちゃんと分かるような、全体が分かる、一個一個の全体が分かるような、総合的なあの連動資料っていうのがありますし、やっぱり共有も含めて、やっぱりできるならば、やっていって、本当に間違いのないような状況を作るっていうことで、ぜひやっていただきたいと思います。終わりまますすはいい進行たし委員 諏訪委,員委員長、えっとまあ、大まかなお話もあの今、2名の委員の方からの質疑で、えー、大体理解をさせていただきました、えー、その中で,です、ね、あの何点かちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、えー、っとこの、えー、委員会資料の中の4のところなんですが。 まあこの全体の額、そしてまたえその中でもう合意ができたものについては、ですねもうこれはあの当然、関西電力の責任のとに返金をしますということになっているかと思うんですが、この現時点で合意に至っていないもの、これは1300件かなと思うんですけれども、これについて引き続き調査および協議を実施するということなんですが、これはなんか期日を切ってらっしゃるんですか。今井部長 はいあの特に期日を切っているということではないんですが、あのこの間の関連との協議におきまして、まずあのやはりあの公表、いつ公表するのかということも含めて、少しあの調整、協議をしてまいりまして、やはりあの説明責任という観点から、やはり我々としては、まあ、遅くとも年度内に公表したいということで、3月に遅くとも公表できるように、あの 競技調査、数値の固める、そういうのをやっていきましょうということで、まあ、結果的にあの、まあ、今、こういう中間的な状況ですが、公表させていただくことになったわけでございます。で、残っている部分については、あのすみません、あの優先順位でいうと、ちょっと公表を終わってからこれ詰めましょうという形で残している部分がかなりございますので、あのこの後と、えー、まあ、 下級的速やかにまた協議を再開をして、詰めていく必要がありますが、あのまあ、冒頭申しましたように、えー、観点としては、この枠に入ったやつは返しますというような形で、この間、協議をしてきましたので、今、その枠に入っていないもの、それが結構、一件一件、個別の状況がございますので、かなりその一件一件の、えー、案件を、具体の話を潰していく必要がありますので、時間としてはなかなかかかる。 可能性が高いなといいうのが、まあ今のが今感覚でございますんか非常に、こう、遠い先に行ってしまうのかなと思うんですけれども、まあ、それともう一つはね、この本来よりも低額な電気料金が関連から請求され続け、結果として本市の支払いが過少となっていたものについても、引き続き調査の上対応を協議すると、これはどれぐらいのものなんですか。 今井部長賢、はいまあ、払いといいますか、過小請求ということで、あの中身としましては、な、まあ、何らかの事情によりまして、えー、と電気容量の低いものから、まあ、もうちょっと明るくしてほしいみたいな形で、電気容量の大きいものに変えて、その手続きをしているんだけれど、えー、契約は変わってなかったと。 いうようなものが、件数であのきっちり確定はできないんですが、500件余り、5 1数十件あるというのが今の状況でございます。で、あのこれらにつきましても、その、まあ、責任の所在ですね、なぜそういうことが起こったのか、どちらが悪いのか、あるいはあの、まあ、具体的にどう,どういう状況なのかっていう協議というのがまだ詰められてない状況ではございますが、えーまあ、官邸の方からは、まあ、い,いずれそ,そこの、 過小払いの部分は追加で払っていただきたいと思ってますというようなことは言われておりますが、まれ、あ、わとしましては、えー、とその残っている1300とか、約数10件が返してもらえないのに、それはないですよねということと、あと、時効等がまた違う扱いになりますので、そういう法的な部分の検討も必要ですので、そういったことも含めて、ちょっと今後、詰めていく必要がある問題かとも考えております。総 あの今のこの定、えー、額な電気料金の部分なんですけどね、これ500数十件とおっしゃってました、これ、金額ベースでどれぐらいになってるんですか今井部長。はいすみませんあの、正確にちょっと算定はできてないんですが、おおむねの規模、規模感で申しますと、数百万円ぐらいの金額になろうかと思いますが、ただそのうちわれわれに支払い義務がある とまわれが今考えているのは、もう少しかなり少ない金額になるんじゃないかとは考えておりますわかりました、まあ、それはそういう意味で言えば、総裁をして決着をつけていくということになろうかと思うんですけれども、えー、っと、これね、あのー、毎月の請求先関連から、毎月その請求されてくる、請求先はね、これ、京都市なんですか、それとも、 各土木事務所単位なんですか。今井部長、はい、あのまあ現在で言いますと、京都市の、えー、総務事務センターの方にまず一括で、はい、請求が来ているというのが状況でございます。そうがい、そうするとやっぱりなかなか分からへんですね。その八万何元の八万四千ですかのそのものが。 要するにそれぞれリストとしていくつでボーンとくるわけで,でその箇所箇所が要するになかなかわからないのでそこでその、えー、なんですかその容量の変更したあできてるできてないというようなことについてもですね多分ずっと一番最後の方の尾行の部分ぐらいに出てくるんだろうと思うんですけれども。 これを一つ一つマンパワーでこうチェックしていくっていうことはそれは毎回毎回そんななかなかできることでもないし、まあ、どこまでいっても関連側が自らのらの要するにケアレスミスですということをまあ認めているということは当然のことだと思うんですけれどもさあそこでですね結局この長期間過、えーえー、払いに気づけなかった責任もまあ京都市さんも,もう認めてらっしゃるのはこれもあの理解できるんですが。 これあの例えばね、さっきも議論ありましたけれども、平成26年度は6億5000万ですか、六億五千万の請求だったと。でそれが、これ、翌年ですかね、4億1000万、つまり2億円近い額が、要するに少なくなったわけですよね、実際問題として。で、そういうことを通して、この、えー、今回のこの1億の、まあ、過、えー、払いということについて、 あれこれこ電気代の推移についてはおかしいなというようなねことはそのいわゆる実務していらっしゃる方々的にはですね全く感じなかったのがこの数字がもうまさに関連という大きな会社が請求してくるもんだからもう全くその信用してそれでもう当然払っていらっしゃったとつまり検証をねするような考え方もその段階では特になかったということですね。 今井部長、はいえー、と電気料金の総額でございまして、あの少し詳細なデータを申し上げますと,、えー、と、先ほど平成26年で申しましたが、平成25年の、えー、と公衆がいるとの電気代が年間6億約1000万円で、26年度が6億5000万円、27年度が5億8000万円。 平成28年度が4億2000万円29年度が4億1000万円ということで,で、まあ、あの全体としては低減の傾向にあってであのここですねあの加えてあの毎,月毎年の電気代の単価があの燃料費調整額と申しましてあの電原油価格で影響される部分もありましてで加えてえっと再エネ えー、付加金ということで、これはまあ毎年上がっていくんですが、そういう別の要素もあるんで、なかなか一概にその傾向をスパッとこう判断しにくいんですが、ただ全体としてやっぱり減ってきてますので、感覚としてはおかしいという感覚はあの持たなかったというのがあの実情でございます。委員 まさにもう不可抗力みたいなもんになってくるかと思うんですが、えー、もうこれ最後にさせていただきます、まあ、今回この再発防止策ということで、えー、先ほどまま議論があったんですけれどもこのシステムをですね当然あの要するに分かりやすくしてもらわなあかんしいつも箇所が抜け出せるようにしてもらわなあかんということがあるんですけどこのシステムの,この再構築については関電側はです、ね、いつぐらい大目処に やりますというふうに言ってるんです。今井部長、はい、あの関連側のえっとまあ改善につきましては、今現時点で言いますと検討しますというお答えをいただいているだけなので、まあ我々としてはまあ早期に。 まあ実施をしててもらいたいたと思っていますで、まあ、加えて申しますと、あのまあ、そうすることによって、一、まあ、件ずつのチェックができる、まあ、最低限の体制ができるんですが、ただその後のチェック自体も、我々のいろいろなものと、観、え、点、ー、からのデータとの、まあ、ある意味手、手作業のチェックみたいなのが残ってしまいますので、そこからやっぱり次のもう少し、 そこでケアリスミスが生じえないような仕組みというのは必要かなと思っておるんですが、ただま、まず前提としては、ベースとなるデータを毎月、関連さんの方からあの検索できる、利用できるような形でいただくのが、まずはスタートかなと思っておりますので、その上で次の段階の事務改善というようなことは、合わせて考えていきたいと考えております。総会員。あのまあ当然、今回、関西電力が自らの要するにミスだということを認めておられるわけでございまして。 えー、逆に言えば京都市としてはですねじゃあしっかりと京都市はお客さんですからねだから要するに関西電力に対してね要するに対等でもなければ何でもないんですよ。言うべきことは言わなあかんわけでじゃあいつまでにできるんですかというようなことをやっぱり求めていくことはねやっぱり大事な姿勢やと思うんですよ。 であのいや、向こう考えてはるし、まあ、検討してはるし、挑戦してはるし、それの結果待ちますねんというようなことでは、今後、もしも訴訟に発展していったときにはです、ね、これ、京都市の姿勢が疑われるわけで、そのあたりについてはです、ね、よりしっかりとその対応をです、ね、厳格に求めていってもらいたいと思います。その、ね、最後伺って終わります今井部長 はいあのーまあ、この間のまあ経緯も含めましてやはり根本的には,やはり関西電力側に、あのーまあ、原因があったというふうに考えておりますしそれに基づく過払い金の返還はもとよりまあ、あのーまあ 再発防止の含めた取り組み、含めてやっぱり責任を持って関西電力にやっぱり実施、実行していただく必要があると思っております。あの我々としましても、この間、粘り強い協議はしてきましたが、あのやはりここであの緩めることなく、より厳しい姿勢で、あのまずは過払い金の着実な残っている分の返還、それから再発防止のえ取り組み、着実な実行、これは厳しい姿勢であの求めてまいりたいと考えております。 もう一点だけ、これはあのじゃあ返金の入金、納金の期日というのは。もう関連はもう、大体これぐらいの時期ですということは言ってるんですか。今井部長。はい、あの関西電力の姿勢としては、あのまあ、あの。 いろいろな事務的な準備ができ次第、あのお支払いをするという姿勢はお持ちです。ただ、一つ事情としまして、あの今回あの変換額ということで、えっと容量変更漏れです。とか、予算額1億600万円と記載をしておるんですが、実あのえっと3月3日の時点で返金額を確定してまあ、お知らせ。 いただけるという約束だったんですが、えっと、結果的に五百数十件がちょっと算定できなかった、何かプログラムのようなものを回して、金額が出てくるということのようなんですが、それがエラーかなんかが出たで、その五百数十件の手作業で、 あの計算をし直さないといけないのでその手作業はかなり時間かかると言われておりましてまあ我々としましてはそのえ手作業も含めた全体の金額をまずはお示しいただくそれを我々としてえまあチェックをする全件計算はできないんですが少なくともサンプルチェックをして考え方としてまあ間違いないということを確認をした上で我々としてはあの収入を。 したいと考えておりますであの、まあ、最終的には、収入をする日まであの利息自体は加算をされますのであの、まあまあ、だからどういうことはないんですがあの、適切な時期に適切な金額を収入できるように取り組んでまいりたいと考えております、はい。他にございませんか。はい、なければ、以上で報告調書はあります。 それでは次の陳情審査に関連のない理事者はこれで退席願いますお疲れ様でした質疑の途中ですが1時間が経過しましたのでただいまから換気を行いますしばらくそのままでお待ち願います 委員会を再開いたします。次に陳情第四千四百四十号。ラクトスポーツプラザコミュニティルーム休止の撤回を審査いたします。理事者説明願います。神原都市整備部長、着席して説明してください。ありがとうございます。それではご説明させていただきます。 令和5年2月22日に受理されました陳情第4440号ラクトスポーツプラザコミュニティルーム休止の撤回についてご説明いたします。ラクト健康文化館につきましては平成10年10月に山科駅前地区市街地再開発事業により市民の健康づくりと交流を行う施設として整備し開館以来多くの皆様に利用されてきました。 施設の概要としましては、ラクト B 棟の5階にトレーニングジムとスタジオ、6階にプールとコミュニティールームを配置しております。お手元の陳情文書表をご覧ください。今回の陳情は、ラクト健康文化館につきまして、コミュニティールーム休止の撤回及びプール・ジムの早期再開を求めるものでございます。ラクト健康文化館は、開館当初から 利用料金制を導入し指定管理者による創意工夫を凝らした運営により管理運営経費をおおむね利用料金収入で賄うなど効率的かつ効果的な運営を行ってまいりましたしかしながら施設設置から24年が経過し老朽化による大規模改修が必要になっていることに加え周辺に多くの民間スポーツ施設が設置されたことや 新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が大幅に減少したことから令和3年4月からはプールやトレーニングジム等の運営を休止しておりましたが現在コミュニティルームを含む楽と健康文化館全体の運営の在り方について検討していることから指定管理期間が終了する令和5年3月末で コミュニティールームをを含む全館を休館休させ従いまして陳情いただきましたコミュニティールームの休止撤回は難しくまたプール事務の早期再開につきましては楽と健康文化館全体として民間事業者の同行等も含めその在り方について幅広く検討を進めているところです。 引き続き利用者の皆様への周知やお問い合わせの対応など丁寧な対応に努めてまいりますご説明は以上でございますただいまの理事者の説明について何か質問はございませんか山津副委員長 山津副委員長はじめにコミュニティルームの休止についてどのような方法で周知をされたのかまた問い合わせの状況を教えていただきたいと思います神原部長はいコミュニティルームにつきましてでございます令和4年の12月にお知らせを開始いたしまして広報発表ホームページへの掲載 施設の掲示、これに加えまして、コミュニティルームの受付担当者が利用者への説明を行うとともに、利用者の方に対しまして、郵送によりまして、類似施設の紹介、具体的にはあすに山科、山科勤労青少年活動センター、東部文化会館を含めたお知らせを行うなどの丁寧な説明に努めてきたところでございます。 また、この3月15日の市民新聞、山品区版にも休止のお知らせを掲載することとしております。と、それと問い合わせの件数でございますけれども、お知らせの開始以降、大替施設の紹介や再開時期のメドなどの6件のお問い合わせがあった、そういった状況でございます。以上でございます山津副委員長 周辺の大会施設の紹介も含めてあのきめ細やかに周知されていることを理解したわけですけど、まあ、ただ、周知が届いていない方もいるかもしれませんので引き続き丁寧な説明周知、努めていただきたいと思います。え次にに運営再開時期についてなんですけども 特別質疑の答弁では、令和5年度当初予算にプール施設等の設備にかかる維持管理費として1300万円を計上されてたということで、まあ、これは運営再開のために、休館中も設備が正常に稼働する状態を維持するための費用ということでありましたけど、このような費用が予算計上されているのは、令和5年度中に運営再開をするということなんでしょうか。神原部長 ラ、はい、楽と健康文化館でございますけれども、えー、若干の経過を申し上げますと平成10年以降累次、ね、の民間スポーツ施設が大幅に増加しておりますさらに新型コロナウイルス感染症の蔓延によりまして利用者数が大きく減少いたしましてその状況が現在も続いておるとさらにそのコロナ禍を景機にいたしまして 新たなライフスタイルに対応とした多種多様なサービスといたしまして24時間対応非接触型女性専用といったような小規模な特色あるフィットネスジムが増加するなどスポーツ施設を取り巻く環境が大きく変化しております特に総合型スポーツ施設の経営環境は厳しさを増すといった状況が続いておるということでございますここういったことから 運営再開のメドは立てられておりませんが、休館から2年が経過する中で、早期の運営再開に向けまして、ハード面における準備のために必要な経費用を予算計上させていただいているというところでございます。以上でございます山津員長 スポーツ施設を取り巻く環境が大きく変化しているということは理解するわけですけど、ラクトスポーツプラザは市民の健康増進の目的だけじゃなくて、市民交流施設、またラ楽と B 等の商業施設への収穫効果の役割も担っていることから、施設の在り方の検討にあたっては、その点も踏まえる必要があると思いますが、いかがですか。神原部長。はい。 今の先生の方からご指摘いただきました通り施設導入のま経過も踏まえましてラクトスポーツプラザには多面的なあの役割がま求めておりますより多くの方々に利用されることが一番重要であるとそのように認識しております以上でございます山津副委員長 運営の再開にあたっては、答弁にもありましたように、より多くの利用があってこそ、まあ、持続可能な施設運営につながるものと思いますけど、まあ、つまりいつまでも施設が閉まった状態というのは、楽と B ート 全体への影響も大きいいと思いますでこの点を踏まえて、運営再開に向けた検討はスピード感を持って進めるとともに、同時に利用者の増加が施設に求められている役割を果たし、にぎわい創出につながることを十分認識していただいて、早期の運営再開に向け、検討を進めていただきたいんですが、その最後にその点、お考えをお願いいたします。神原部長 繰り返しになりますが、スポーツ施設を取り巻く環境というのは大きく変化しておりまして、経営環境も厳しさ増しております、しかしながら、原点であります、山品駅前のにぎわいづくりのためには、いくつもの役割があることを十分認識いたしまして、例えば公共交通機関の結設点、商業施設に併設されている、こういった 恵まれた立地条件の強みを十分に発揮いたしまして、より多くの市民の皆様に利用されるよう、早期の運営再開に向けまして、民間事業者の動向、幅広い合意を伺いながら、最も効率的、効果的な運営のあり方について、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございいますはい 進行いたします山本横委員、はい、山本横委員、はい、よろしくお願いしますえこのま二年間休止ということで、えー 先日予算委員会でもあの鈴木豊子議員が質疑をさせていただきましたが、まあ、大変もどかしい <laughs> 期間を過ごしてきましたあの、まあ、市民の皆さんからあ寄せられた今回これ陳情ですけども、えー、当局には、えー、署名も届けられているというふうに思います、えー、皆さんの声を少しご紹介したいと思います、えー、85歳の老女です 60, 60年三さ,さに居住楽砥ができ プールやジム、コミュニティールームを楽しく利用させてもらい元気に暮らしていました今回休止と危機、残念でなりません体を動かすことが楽しく健康の元とと思いますどうぞ再開をお願いします病院がようになることが心配ですラクトのプールに一昨年4月から行けなくなり他の施設に入会したものの きちんとしたスクールがないので結局行けなくなり今に至っています早々に再開してほしいです。で、集まって楽しいことをするための場所が便利なところにあり、料金も安価なのは市民にとって嬉しく必要なことです。そのために税金を使うのは有意義ではありませんか家にこもって健康を害し、 介護が必要になる人が何人もおられますこの方は健康の、まあ、支援サポーターをされている方の声ですあと小金塚の子どもたちは公園も遠くて遊び場もなくてこのプールに行くのを楽しみにしていましたというあのお声でこの楽都健康文化館がどれだけ地元の皆さんに必要な施設かということもねこれ署名とともに届けさせていただいたというふうに思ってます あの公共施設の意義について、この間、質疑もさせていただきましたが、やはりね、あの皆さんにも言っていただいているように、自治体にとって公共の福祉の増進、これ、当然、この役割を担う施設やというふうに思っています。で、まあ、一方でですね、その京都市当局から出される市民の皆さんへの周知、ね、先ほども周知、十分にしたと言われましたけれども、 あの皆さんがまず目にされたのは、まあ、張り紙とかね、その一文なんですよね、そこに書かれていたのが、えー、市民の皆様からお預かりしている貴重な税金を、毎年1500万円以上投入する必要があるため、これ、休止するんだということで、まあ、この文章を見られた方、先ほども言われたように、この税金使うということが有意義なことではなかったのかと。 その税金使うことがなんか悪いことのようなね、その周知のされ方もされてまして、大変悲しいというお声もお聞きしています、こういうあの、まあ、利用されてきた皆さん、住民の皆さんの思いっていうのは、しっかり受け止めていただいてますでしょうか神原部長。はいあの楽都健康文化館あのー 先ほども答弁申し上げましたけれども、山科駅前のやはりにぎわいづくりということで、市街再開発事業によりまして、導入されておると、これまでも多くの方に利用いただいておるということで、その役割を果たしてまいったというふうに考えておりますし、そういった役割については、今後もです、ね、変わらないものというふうに考えております。以上でございます。はい、山本 あの楽都健康文化館についてね、あのまあ、京都市としてもその意義を十分認識していただいているというのであれば、あのぜひこの,の1500万円、えー、貴重な市民の皆さんの税金を投入しているというようなね、あのコスまあ、この間のコストージの問題、あの指摘もしてきましたが。 こういうことを市民の皆さん、住民の皆さんにね、あのお示しするっていうことはやめていただきたい、その今、必要なこの施設を再開していく努力がね、どうやって京都市は頑張ってるんだっていうことを言っていただくんやったら、まだね、皆さん、あそうか、そういう状況でもうちょっと待たなあかんのかなと思われるかもしれませんけど、そういうこと一切周知ありません。 どんな努力を京都市がしているのかということを全く説明がない中で、1500万円貴重な税金を投入している、だから、投入しなくてはならないからやめるんだという文脈だけがね、皆さんに残るわけです、これ。 あのそういうことは京都市としてもね、私はあ逆に不利益アというふうに思います、なのでこのコスト掲示というあの風潮があるからそうされてるのかもしれないんですけれどもあの、そういうことをちょっと今後、あまり示していただきたくないというふうに思うんですけどどうでしょうか。神原部長、はい、あの分かりやすくく、えー、説明させていただくと いう方法の一環といたしましまててコストといいうのを挙げさせていただいておりますただコストは単なる数字というわけではなくてやはりコストが必要になるといいますのはやっぱり利用が十分でないということの結果がそういったコストが新たに必要になるという点になってくるかと思いますこの施設につきましてはコミュニティルームだけではなくてスポーツ施設も含めまして 利用料金収入で運営経費を賄うと、要するに多くの利用があったというまあ施設というのがあの前提というふうにあの考えております、以上でございます、はい、山本、はい、あのこの1500万円は別に利用があのないからではありませんよね、コミュニティールームだけをもしやったとしても、それは賄えないような、まあ、状況やということやというふうに思うんですけれどもあの、この間、あのプール、 事務を利用さされれたた皆さんかららももね署名なども届けられましたあの山科の住民の皆さんは、これ、再開されたら、本当にあの利用をね、たくさんして、これ、維持していこうというね、そういう思いで待っておられるんです、あのこの間のこのラクトの再開を、頑張って声を上げている運動の皆さんも、あのまあいろんな努力をしたら、絶対皆さん、戻ってきてもらえると言ってね、発信しておられます。だだから早く再開してしてほいいんだととうことでね あのコロナの,あの対応も緩和をされている中でえ、本当に待ち望んでおられるということで、あのその山市の皆さんが使ってもらえないんじゃないだろうかっていうのはあの、心配しないでいただきたいというふうに思うんです、であの今の状況でその、スポーツ施設などの,、ね、あの状況が変わってきたとかあるんですけども、そのプールの,あの設備っていうのがやっぱり重要なところでして。 山科ではなぎつじにね大きいプールありますけどもあの皆さんその山科の北北部で利用できるラクトのプールっていうのがやっぱり周辺の皆さんが自転車などで利用されるんですよ。わざわざなかなかこう電車乗ってねなぎつじまで2駅か3つの駅か分かりませんけど行かれるっていうのじゃなくても自転車でラクトに行って運動して帰るみたいなね。 あのそういうイメージでその山科の拠点北と南にやっぱりあるっていうのが使いやすい多くの皆さんが使っていただけるこの,あの分布の仕方なんですね。でジムはまた別ですからそのプールの意義っていうことが多くの皆さんあの重要だというふうに思っておられますので是非。あのぜひ えー、この点をあの認識、お聞きしたいんですけど、この再開に向けてということでね、努力をしていくということなんですけども、このスポーツ施設、プールを再開させていくということで、しっかりあの対応していただく、努力をしていただくということで、よろしかったでしょうか。神原部長 はいあのー、ラクトスポーツプラザの、えー、ご承知の通り、あり、プール、それとトレーニングジム、えー、コミュニティルームを含めました、えー、市民の,あの交流施設、まあ、いわゆる総合型スポーツ施設というようなあの施設でございます、これがまあ導入の経過からもそうなっておるというところでございますので、そういった形での再開に向けてあの検討しておるというところでございます、以上でございます。はい、山本陽子委員はい あのこの楽と商業施設とも、ね、一体でありましてあのここに今スポーツしに行かれる方がその後ね喫茶店とかお買い物をされるっていうようなことでもやっぱり集客効果ね当然あるとあの、まあ、そういったあのスペースに変わってこう あの飲食店とか、また販売店とかっていうのとは違う集客集客効果をね、やっぱり持ってきましたし、さらにそこにあるからこそ、高齢者の方も子どもたちもまあスポーツできるというね、公共の福祉の増進に寄与してきたということで、その役割は本当にあのあのの再開に向けて、重視していただきたいというふうに思います。 でまあ、最後、あの先ほどもあの山津議員からさ早期の再開をということであの言っていただきましたけれども、あの管理費もね、えー、負担 <laughs> あのしていただいていますので、あのぜひともあの来,年あ来年度、早期の再開、見通しを、ね、示していただけるような進行、そしてまたこの間の,そのいろんな努力していただいていることについて、市民の皆さんになかなかちょっと説明がされていない。 あのどうにかして、どんなあの今、課題があるのかとか、いうことをね、ぜひ、忌憚のない皆さんと一緒にこう再開していくための情報を、ね、共有してあの、再開させていくというようなスタンスをぜひ持っていただきたい、あの情報公開とも合わせて、えー、再開の見通しを住民の方に示していっていただきたいというふうに思うんですけどどうでしょうか。神原部長 この間ですね、施設の在り方について検討してますということで、答弁をさせていただいております。この施設の在り方でございますけれども、 あの確かにあのこの総合型スポーツ施設の経営環境非常にまあ厳しいということでございますが、ラクト健康文化館、あのこれもたびたびちょっと申し上げていることになるんですけれども、やはり強みとしまして、あの交通利便性が高い商業施設に併設されていると、そういったあの、まあ、いわゆる優位性というのもございますので、そういったことにさらにです、ね、民間スポーツ事業者の経営ノウハウ、こういったことをまあプロすることによって、 経営環境は非常に厳しいわけですけれども、なんとかです、ね、再開に向けて検討を進めておるというところでございます。ただしい、やはりあの経営環境が非常に厳しいということがございますので、具体的にいつごろ再開できるであったりとか、 具体的にどこをどういうふうに検討しておるというような、まだ状況に至っていないというのが、今の状況でございます。もちろん、そういった方向性が見えてきた際にはです、ね、また議会へのご報告、市民の皆様へのご説明、そういったことを行ってまいりたいというふうに考えております。以上でございます山本陽子委員、はい あのまあ、山科の住民の方、そしてまた近隣の、ね、地域の皆さんにとってもあの重要な施設なんです、だからこそ、あのこうやって皆さん、早く再開してほしいということで、願いもたくさん届いてますので、あのぜひ皆さんと市民ぐるみでこう再開させていくというね、そしたら、多分お客さんもいっぱい来てくれるというふうに思うんです、そうやって、あのまあ、なかなか言えないということではなくて、再開していくための機運も作っていくために、住民の皆さんと一緒にね、 ああののの再開ししていいいいいいくたためのそういううと努力もお願いしたいというふうに思いますあの健康ということや文化っていうことは、やっぱり自己責任では、経済、あの貧困格差の中でね、なかなかかなかなか自分の暮らしを豊かにできない人たちも出てきてしまう、健康と文化というところを、どんな市民の皆さんでも安心して使っていただけるという施設。 スポーツジム、プール、そしてコミュニティルーム、こういう本当に重要な柱でやっていただいていると思いますので、あのぜひも最後あの早期の再開に向けて、えー、本当にあのお気持ち聞いておきたいと思うんですけどどうでしょうか。神原部長、はいあの、えー、繰り返しになる部分もございますけれどもあの我々もあのこの施設、えー、健康文化それに。 加えまして、やはり山科駅前を活性化する目的で、再開発事業に、再開発事業で整備いたしまして、この20年間、運営してきて、効果があったというふうに考えておりますので、そういったことを十分に認識いたしまして、早期の再開を目指して、検討を進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます、はい。他にございませんか。 なければ本件は陳情ですのでこの程度にとどめますそれでは次の一般質問に関連のない理事者はこれで退席願いますお疲れ様でした次の一般質問につきましては休憩せずに行いたいと思いますのでご了承お願います準備が整いますまでしばらくお待ち願います それでは一般質問を行います昨日までに山本啓一委員から新たな公園運営モデルについて平井副委員長からうずまさやい公園について曽我委員から公園整備の在り方について中村委員から今後の建設行政についてそれぞれ一般質問の申し出がありましたそこでお申し出いただいた項目を踏まえ先ほど申し上げた順に それぞれ通告のあった質問と関連質問を行うことといたしますまず新たな公園運営モデルについて山本圭一委員どうぞ はい、山本啓人よろしくお願いします、えー。私からはですね、これ予算特別委員会でも質問させていただきましたが、外国公園等におけるまあ新たな公園運営モデルの導入に向けた研究をですね、まあ富見区でありますけども、北鍵谷公園に行っているとの報告を受けました。えー、またこれ共同研究のパートナーであるまあ株式会社セブンイレブンジャパンからはですね、まあ店舗と。 地域の交流スペースが一体化したま公園施設を整備するとのま提案を受けているとのことでありましたこの公園施設はどのような機能を想定しているのかをまずお伺いしたいと思います田中市長はい。新たな公園運営モデルについてのご質問でございます地元の藤野森自治連合会そして株式会社セブンイレブンジャパンそして本市の3社で公園施設の老朽化や利用者の減少 そして、公園愛護協力会の高齢化といった公園の課題、そしてまた自治会の加入率の低下という地域の課題の解決、こういうふうに向けて公園利活用の共同研究を行っているという状況でございます。えー、藤の森自治連合会の方々からは、子どもの見守り機能が果たせる場所、あるいは他世代が交流できる場所が不足していると、そういうお声をお聞きしております。えー、そこでセブブンンンイイレからは地域活動やイベント 会議など、多様なニーズに対応する多目的なスペース、こういうものが併設されたコンビニエンスストアと駐車場、多目的スペースと一体的に利用できるウッドデッキ、また地域活動のための倉庫で構成する施設の提案がございました。この施設では誰でも利用できるトイレに加えまして、防犯体制の構築、あるいは災害時の物資支援も検討可能であると、そういうふうなことで聞いてございます。以上です山本一委員 わかりました、まあ、このような施設ができればです、ね、この雨の日とか、まあ、暑い日であってもです、ね、公園に行まい、あ、交流が生まれると、まあ、公園ニーズが多様化する中で,です、ね、やはり市内にまあ約930ある公園ですけれども、確実的な機能である必要はない,とないし、まあ、地域が望、ね、むなら、そのような公園があってもよいのではないかと考えております。 えー、とはいえです、ね、この新た,な新たな公園運営モデルの大事な部分はです、ね、やはり地域が主体でとなって、まあ、独自の利用方針とか、まあ、利用ルールを設定して、公園の運営をすると、そういうことを認識しております、このセブンイレブンの提案はです、ね、やばい収益を公園運営組織に還元するとのことであります。 具体的にどのようなどのようにま活用できる？そういうイメージはどうどうなんですか？お伺いしたいでしょう。田中市長はい、えー、議員ご指摘のとおりですね。あの地域の思いに応えられる公園を作るこういうことが非常に重要だと考えております。そのため、えー、自治組織の方々とは10回以上近隣にお住まいの方や様々な団体も含めると、それ以上の数の対応を重ねているところでございます。 今ございました収益の関係についてもそうした対話の中で見えてきた課題あるいはニーズに対応できればと考えているところでございます例えばになりますけれども公園愛護協力会の負担軽減につながる草刈りや清掃活動あるいは管理運営に必要な物品ベンチや遊具などの設備の購入費こういうものに利用することも想定してございますまた地域活動やイベントのための運営費また管理運営の一部を外注するための経費 としても使用できれば地域活動の負担にも負担軽減にもつながるというふうに考えてございます。これらですね、ハード、ソフトのどちらもまだ現段階の想定でございますけれども、引き続き地元・藤の森知事連合会、そしてセブンイレブン、そして本社の3社で研究を続けてまいりたいと考えているところでございます。以上です山本芸人 まあしっかりとと研究を進めていいたただきたいと思っておりますこの、まあ、特にですね、この新たな公園運営モデルにおきましては、設置できるようになる、まあ、店舗等と、まあ、一体となった交流拠点施設はですね、やはり長時間にわたりまして運営するものであってですね、まあ、しっかりと 外見とか、まあ配置等々の基準等を、まあ決めておくべきであると思います。えー、昨年ですけども、常任委員会、まあ施設委員会、施設先のですね、この福岡市のコミュニティパーク事業においてもですね、まあ、地域のために交流拠点施設の整備を進めており、まあ整備に当たっての、まあ。 ガイドラインを設定しておりますし、本市においても、福岡市の事例も参考にしていただいて、ですねこの公園にふさしい施設の在り方を示すべきだと考えますど、この点、いかかがでしょうか田中市長、はい、議員ご指摘のとおり、新たな公園の運営モデルを導入して設置される施設につきましては、安全面や景観面など、公園に調和する形で施設が備えるべき基本的な機能、外観、 配置などを示した基本基準が必要だというふうに考えてございますそのため都市緑化審議会へ内容諮問いたしまして学識者や有識者の方からのご意見もいただいた上で公園にふさわしい施設のあり方こういうものを示してまいりたいと考えているところでございます以上です山本圭一その点よろしくお願いをいたしたいと思いますこれまあ構想の段階からですねやはり地域企業行政がまあ同じ目線でまあ対話するまあこの研究はですねまあ新しい 公園のあり方を構築、模索する上でですね、大きな財産にもなります。まあ、これ、都市緑化審議会を通じてですね、やはり専門的知見のある方からのご意見をいただきて、まあ、しっかりとした制度設計をしていただきたいと思っております。まあ、これ、全国でこの公園の老朽化利用者の減少、まあ、地域の合い手不足といった問題に直面しておりますし、ぜひこの点、 京都から全国のモデルとなる新しい取り組みを生み出していただきたいと思っておりますよろしくお願いいたします以上です、はい、この件に関連して他にございませんかなければ次に渦政康井公園について平井副委員長どうぞ平井副委員長 えっと今回は、渦巻まやすい公園の利用について、あのま,あまたあり方についてもお聞きしたいと思います。あの2月24日付の京都新聞には、この渦巻まやすい公園の記事が掲載をされておりまして、公園には芝広場があり、まあ、週2回の午前中、水曜日と土曜日の午前9時から12時しかまあ一般公開されていないということで記事が載っていました。あの記事の中で緑政策推進室は 子どもたちが走り回る頻度が,頻度が高いと芝生が傷むことがあり長く芝生を維持するため今の利用方法になっていると団体の融資で草刈りなどを管理もしてもらっているということで答弁をされあ説明をされていますあのまず聞きたいのはこの外国公園ですねこういう外国公園が他にあるのかということと、まあ、あのこの公園と同じような運用がされているのかというのをお聞きしたいんですけれども田中市長 はい、えー、っと渦正安井公園についてのお尋ねでございます。まずあの、渦正安井公園について少しご説明させていただきます右京区の文化会館ふれあい文化会館の東側にあります公園で全体で6,800平米の面積があるという公園でございます。でこの公園でございますけれども地域の皆様からの要望を踏まえましてあの北側、ね、は誰でも自由に利用できることができる公園で南側が今お話しいただいたグランドゴルフなどのニュースポーツと呼んでますけれども そのの講演とととししてて平成19年の5月に開いいるというところでございますでこの南が今、委員のほからお話しいただきました芝生広場で,つき、ま、でございますけれども地元と行政の方で協議をいたしましてニュースボーツだけの利用ではなくて一般利用もできるように検討いたしまして先ほどお話しいただいたように週2日の午前中ですね一部開放しているという状況でございます。 であの芝の問題ところでございますけれども、やはりあの芝の方は長期間、ですね芝生の利用が継続的にいい状態で保っているようにということで、1週間の間の養生日、月日にしてますけれども、それと養生期間ですね、12月の真ん中から3月の真ん中ぐらいまでということを設けることで、まあ、この開園後も15年が経過していますけれども、芝生は良好な状態というような状況でございます。 それと、えっと、お尋ねございました他のところでどうだろうというお話でしたけれどもあのまずあの市内にあ、えー、ります球技広場としての位置づけがある公園がございますというこういうものに関しましては、えー、公園愛護協力会の皆様等にです、ね、広場の利用調整を行っていただくなど地域の実情に応じて、まあ、柔軟にです、ね、公園を利用いただいているという事例がございます。 それとまた、ちょっと時間的な話もありますけれども、触れますと、えー、この渦正安い公園と同様に、ですね、地域からのお声をお聞きしまして、例えば夜ですね、そういう時には、えー、施錠するとかですね、そういうものの利用時間を限定していると、そういう声もあるというような状況でございます。以上でで、す。平井君長。あのまあ、ご説明ありり、ました通りあの北川あの芝生がないい面広場ととうことで <coughs> まあ誰もが使われているところでありますし、京都市によるこの公園の説明では、公園の南側については、京都市はグラウンドゴルフ等のニュースポーツや多様なレクリエーションにも対応でき、防災広場としても利用できる芝生広場を整備しましたということで、ホームページに書かれています、まあ、何が課題でこういう運用にしているのかなというのを一つ思うのと、外空公園としての位置づけとしても、ちょっとおかしいんじゃないかなと。 いうふうに思うんですけどこの点いかがでしょうか。田中市長、はい、あのまあ外国公園でというところのお尋ねかと思います。あの外国公園はま,まあ特にまああのご存知のように地域の方々が、えー、ご利用になられるまああのそういう公園であるというふうに私どもも認識してございます。で、このあの宇治松公園もまあ外国公園というところでございますけれども。 あのこの芝生広場につきましてはまさにです、ね、あの地域の皆様からのご要望、まあ、当時ですね踏まえまして、えー、ニュースポーツのための、えー、場所広場として整備された経営課がございます。でこの間ですね、えーまあ、広場管理運営委員会というものを地元で作っていただいてますけれどもそのご協力のもと、まあ、日常のあ日常的な維持管理などをですね担ってきていただいていると。 いうような状況でございます。あのまあ、当時ですね当時のニーズそれとま今のニーズというのはいろいろ考えていかなあかんところでありますけれどもこれまでまああの地域の声を聞きながらしっかりと運営をしてこれたしていただいてきたというふうな認識でございます。以上です。平井副委員長。えっと京都新聞ではですね区役所によると芝広広場は登録している地元の13団体が 1>, まあ1週間あたり計 10,、えー、10枠を予約制で利用しているということで。 まあ実際の費用振動はまあコロナもあるんだと思うんですけど、半分程度ということで、未使用の時間帯と、毎週月曜日は芝生の養生のため、先ほどあの説明されたところですけれども、鍵をかけ、さらに12月中旬から3月中旬までは完全閉鎖しているという説明でありまして、ただ、一般的に見ると、客観的に見ると、一部の利用、団体の利用に捉えられないのかというふうに思うのと、住民全体で利用ができる方法も、 まあ、本当はあるんではないかと、まあ、あの連合会が大体そういうのをあの基本的にやるっていう、あのまあ、どこも仕組みですから、まあ、この13団体との取り決めなどがあのどういうふうになっているのかということと、ちょっと利用する方々への管理への協力を求めるとしてね、その例えばその地域間の世代を超えた協力と、まあ、一般利用なんかも、もう少し幅広げてできるようにすることっていうのはいるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 田中市長はいまずあの前段の方であでお尋ねいただいたところですけれども、あのこれまでのところで言いますと、区役所の方からは、この週録時間の一般開放ですねに関しまして、これまであのまあ特に苦情や意見というのはなかったというところですが、やはり新聞報道後、あのもう少し一般開放の時間とかですね、そういうものを増やしてほしいというご要望、あるいは この広場で、えー、グランドゴルフを楽しみたいという、まあ、他の方はですねのお話も声も出ているというふうにお聞きをしております。であのこれらの声はですねあの区役所の方から、えー、ニュースポーツ広場まあ、先ほどの運営委員会の方にですね情報提供をしておりましてまあ、今後ですね芝生広場をどのように利用されるのかそういうものをましっかりとご検討もいただきまして必要に応じて、えー、区役所の方とも連携しながら。 対応してまいる必要があるかというふうに考えておりますそれとあの講談の方のところですけれどもあのまあ公園の維持管理、まあ、全体の話になるかもしれないですけれどもやはりあのこれまでからなかなか難しい場面がところがっぱ出てきてますその中で愛護協力家の方とかにもご協力をいただいているとそこも少しですけど増やしながらですけれどもやはり高齢化が進んで厳しくなっているという状況がございます。やはりあの えー、まあ公園の利活用なんかも進めましてまあたくさんの方に関わっていただくというようなところを我々も目指しておりますあの我々も例えば地域の方々だけではなくて企業や団体あるいは学校の方々そういう方が世代を問わずにですね公園に関わる人の輪が広がってくるそして公園の維持管につながっていくいい公園につながっていくというものは目指していくべきだというふうに考えてございます以上です平井副委員長 あのまあ、だから、管理責任も、ね、やっぱ地域の一部の方だけにどんどんなってきてしまうという傾向があると思うんですよね、まあ、高齢化によってその愛護会も含めて縮小していたりとかいう状況になってきて。まあ よりその管理しにくい状態にもなっていると思うんですよが、ねまあ、根本的にはもっと管理予算を増やしていただいてです、ねまあ、京都市も本当にもう少し手が出せるような状況をぜひ作っていただきたいと思うんですけれども、まあ、現実的にはです、ね、やっぱりあのそういうあの幅広い協力を求めるとあのいうことも含めて、ねまあ、全体で利用できるようなものにしていくということは、まあ、別にあのそうないところだと思うんですけれどもあの、まあ、そもそもあの外国公園の定義ですけれども、まあ、主に外 国内に居住する人が利用するものだということなんですけど、ただまあ誰でもあの利用できるものだから、あの公園の一部分を一部の方だけ利用できるとすると、ね やっぱりあの公園の役割というのが少し変わってくるのかなという,ふうに思いますし、まあ、特に鍵なんかかけると一部の人しか使えないんじゃないかという思いなんかが出てきてしまうと思うんですよね、まあ、あとその企業やと言われましたけど企業はやっぱりどこまでもその利益追求という部分がありますし、まあ、販売促進の中に使う部分もあると思うんですよね。そういうういいこととではなくてややっっぱぱりり地域の自発性を最大限やっぱり保障するというか そ,のそういう考え方なんかがもっと必要じゃないかなと僕なんかは思うわけであります。まあ、あの一方的に団体の方々がというふうには思わないんですけどもやっぱりあの地域の方もこれ平成15年10月3日にですね請願全体採択してあのニュースポーツの普及にも役立つ機能を有してかつ災害の避難場所などを含めた 多,多目的機能を持つ緑地公園の整備を願うということで、まあ、こういうあの請願の中身ですからあのやっぱりそういうまあ請願の趣旨にあのきっちり沿った部分であの多くの住民の方々が本当にあの利用できるような状況を作っていくということが必要ですし、まあ、あの運用面でねやっぱりあのいろんな柔軟性を持つということはあの非常に、まあ、地域なんかは特に柔軟性を持てる場所でありますから。 まあそういういう柔軟な運用というのがもう少しいるんではないかなというふうに思いますしまああの潜在的にもお声出されているということで地元から聞いている部分もありますのでやっぱりぜひあの全体が使えるような部分というのとまあ一方で公園の管理という部分とまあ両面その金を備えてあのやっていくということも必要ですしまああのえ公園管理についてはやっぱり京都市がもう少しあの手が出せるような状況をぜひ作っていただきたいなという,ふうに思いますまあ質問あります。 この件に関連してほかにございませんか <laughs> なければ次に公園整備のあり方について、蘇我委員どうぞ。はい、蘇我委員。えー、っと、それで私の方からも。 質問通告をさせていただいておりますので、えー、講演の在り方についての質疑をさせていただきたいと思います。えっとあのえー、まずはあの丸山公演についてですねあの、ちょっと質疑をさせていただきたいんですが、この丸山公演、あの様々にこの歴史があってです、ね、この明治19年に開園をされて、 京都市内でも最も古い公園のであるとで市内の公園で唯一名称に指定をされているということでございますで開園から130年以上が経過をしてです、ね、令和3年6月までの再整備が行われまして名称にふさわしい状態になったと認識をしております まあこの丸山公園のですね今後の,この状態をですね維持して、かつまあさらにこの魅力向上を果たしてえ取り組んでいっていただきたいというふうに思っているんですけれども、再整備後のですねまあ維持管理についてどのように進めていくのかお答えいただきたいと思います。田中市長 はいえー、丸山公園でございますけれどもあの今あの委員の方からご紹介いただきましたとおりあの打政館2つに基づきまして明治19年に開園いたしまして昭和6年に名所に指定された公園でございます。再整備は、えー、平成28年の3月に策定いたしました、えー、名所丸山公園保存管理計画こういうものの方針に基づきまして水の流れあるいは氷炭池丸山公園のシンボルともいうべき、えー、祇園のしだれ桜の周辺の園路広場 こういうものの再整備を実施いたしまして平成三年六月に完成したという状況でございます今お尋ねございましたけれどもこの素晴らしくなった再整備後の状態これを適切な水準で維持管理するため今年の四月ですね来年度から民間活力の活用する指定管理者制度を導入することとしてございますでこの指定管理者制度の導入によりまして 公園内に職員が常駐することになるため効果的かつ効率的な維持管理が可能になるあるいは緊急時の即時の対応ですねそういうことも可能になると考えてございますまたあの周辺車事と連携いたしました案内マップの作成などですねさまざまな取り組みがこの指定管理者の方からは提案をされておりますので丸山公園の特性を生かした さらなる魅力の向上こういうものが図られるものというふうに考えてございます以上です総合委員あの指定管理者制度をですね有効に活用していただいてですねあの民間の様々な、えー、そういう工夫によってねあの公園がふさわしいこの維持管理をしていっていただきたいというふうに思っとるんですけれどもえっとそこでですね公園のこの魅力向上の観点からですね、えー 昨年度から公園利活用トライアル事業というのがです、ね、市内各所の公園で行われていると思うんですけれどもあの丸山公園におきましてもです、ねえー、募集されていたその内容等々もふ踏まえて最新の取り組みの状況をです、ね、あの確認をさせていただければと思うんですがいかかがでしょうか田中市長。 はい、えー、丸山公園のトライアル事業につきましては、えー、アート展示を行いたいというような提案がございましてまさにあの本日からですね19日までの間です、えー、京都フラグメントアートプロジェクトとそういう名称で、えー、後の作品展示あるいは丸山公園音楽堂での映像作品の上映などを開催するという運びになりました。 再整備されまして美しくなった公園の風景それとアート作品がどのように今融合するのか大変我々も楽しみにしているというところでございます。でまたですね丸山公園という先ほど申し上げました歴史的な公園から芸術文化を発信するそういう取り組みによりまして丸山公園の新たな魅力こういうものの発見にもつながるのではないかというふうに期待をしているところでございます。 え今後もですねこの丸山公園だけではなくあの都市の魅力あるいは活力憩いを生み出すそういう公園ですねこの公園の利活用の可能性こういうものを様々な角度から、えー、探っていきたいというふうに考えているところでございます以上です総合員、はい、ちょうどお今日からこの19日の日曜日までこの、えー、アートイベントがまあ、開催をされるということなんで あのー、大変私も興味を持たせていただいてるんですけれども確かにあの名所といわれるです、ね、庭園でそのアート作品がそれぞれ出展をされるわけなんですけれども、あのー、公演そしてまたその音楽堂等々もです、ね、含めてこのところに何点ぐらい例えば作品が展示をされるのかその点ちょっと教えていただきたいと思います。 田中市長はいえっ、ー、とまずは園地ですねあの公演の直接のところで、えー、今四作品ほどというふうにお聞きしていますそれと、えー、音楽堂の方で言いますと十弱ということで合わせて、えー、十数個のあの展示が行われるというふうに、えー、聞いております以上です総合員あの私の知り合いもですねあの千裕二さんの件、えー、で、えー ずっと長年あのアート作品現代アートの展示をずっとされておりましてで最近ちょっとあのなかなか難しいんですよねあれあの会場の問題とかそれからの作品を出展される方々の何、まあ、というか芸術家の皆さんも、まあ、いろんなこの作品を作られ、まあ、いろんなそのなんていうんですか えー、流派という言い方したらおかしいですけども、まあ、そういう芸術家の流れみたいなものがあってで、えー、なかなか一堂に会せる時と一堂にこの集まることがなかなか難しいというようなことがあって今ちょっとあの他のところでも取り組みをされ鎌倉でやったりとかいろいろされてるんですけれども非常にあのお寺の境内とかそういうあのお堂のところで出店をして あのアート作品を特にまあ現代アートなんかを出展されますのでねこのミスマッチ感がものすごくいいということであの非常にあの皆さん人気を博しておったんですけれどもこれもあの門川市長もあのいつも来ていただいてましてねであのいつもあの関心をされてたんですけれども、まあ、こういうことっていうのは非常にあのえー 重要な取り組みだと、まあ、今の京都市の取り組みの中ではですね一つのインパクトの部分だと思っておるんで、えー、より一層お,お願いをしたいんですけれどもあの東本願寺前のね市民公園ですかそこなんかもですね僕先日ちょっと通らせてもらったらでっかいこけしがネタ張りましてね。 でこのまさにびっくりしたんですけどこれは、えー、ど,どのようなものなんでしょうか、ちょっと教えていただければと思います田中市長。はいあのこのですね今月の3月の24日あの方に協要開始いたします、東恩納島の市民緑地のところでの、えー、ことです。あの まあ固結石のはまあまあバルーンですね。バルーンのうものが、えー、まあ寝た形にですね。大きなこけしが寝ている状態だとということです。でこれにつきましては、えー、京都府さんの方がまあいろいろと主催をされているそれアートのあそういうイベントということで、えー、昨年度も、えー、確か清水寺さんですかねどのところかで、えー、置かれていたというところでございます。あの我々といたしましてはこのあの市民緑地ですねがもうまもなく協議を開始されてたくさんの方に 利用されるそういうことを望んでおります。そのためにもまあ一つのそのインパクトっていうんですかね、そういうものになったのではないかというふうに考えているところでございます。以上です。曽賀院、あのー、以前あの映画祭ですかね、そういう時にあの京都市役所の前の広場でですね、ジャイアントババさんがの中車をバックドロップしているようなモニュメントというか作品が展示されておったり、また えっと、大魔人がこう仁王立ちししていいるそういうのもありましたで非常にあの興味深く,深くあの多くの観光客の皆さんもですねびっくりされてったと思うんですけれども、あのー、そういうこの例えば瀬戸,瀬戸内アート展みたいなねああいうことも街中のちょっとした空き地にですねアート作品をこう展示しているというようなそういうようなことで、あのー、非常にこのアートを通じていろんなこの町、ま、のこの イメージが変わっていくということでいうと非常にあの注目をしていきたいというふうに思っております。であの以前私はあの代表質問で取り上げたあの丸山公園の上のね東山山頂公園についてもですねいろいろこの取り組みをこのより進めていってもらいたいと思うんですけど私あの東山山頂公園の一番大きなメリ利点は何かというとやっぱり夜景やと思うんですね。でその夜景を要するに楽しむ例えば夜空を楽しむとかね そういうようなこのイベントなんかをですね企画していただけるようなそういう取り組みをですねちょっと皆さんあの、えー、民間の方々にもです、ね、お声がけしていただいて今後、検討してい,っていただきたいなと思うんですけれどもその点いかかですか田中市長、はい東山山頂公園につきましてはあの令和4年の4月、今年度ですの、ね、4月からキッチンカーを出すそういうようなトライアルを行っていたというところでございます。 であの、まあ、実際にはですねその出された企業さんにはいろいろ清掃活動、マナー啓発も行っていただいたというところがございます。で、ただ、ですねやはりあそ,そこの声、まあ、アクセスが車中心ということもありまして、またあの天候、季節によりましてということで、なかなかあ来園者が伸びなかった、収益上がらなかったということがございます。しかしながら、今、あの委員の方がご指摘ございましたけれども、あの公園ですね。 えー、本当にに眺望に恵まれておりりままますす天気ののいいいいなんんかううとととと本当にび中るころでございます、ま、たあの京都一周トレイルコースそこの、まあ、途中箇所ですねのところにも当たっているというところでございますそういうポテンシャルを持っているというふうに認識しておりますあの、まあ、このトライアル事業というのはちょっと今年度で終了いたしますけれども、えー、引き続きですねさまざまな企業の皆さんあるいは市民活動団体の方ともいろいろ対話を行いまして この東山三条公園の独自のポテンシャル、こういうものを引き出す方策、こういうものは引き続き探ってまいりたいというふうに考えてございます。以上です。緒方、はい <coughs>、よろしくお願いいたします。あのこの公園につきましてですね、あの違う角度から質問をさせていただきたいのは、あの我が会派の、ね、あの松田慶子議員が 令和3年9月司会、そしてまた令和4年5月司会、そして本2月議会の特別質疑におきましても、ですねインクルーシブ公園、遊具の整備について、この質疑をさせていただいていると思うんですけれども、現在のこのインクルーシブ遊具の,この設置状況、および来年度以降の予定について、お伺いをしたいと思います。田中市長、はい、インクルーシブ遊具につきましては えー、令和3年度末昨年度末までに、えー、宝ヶ池公園の子どもの楽園梅小路公園をはじめとして、えー、市内の4箇所に設置をしておりますでその中では、えーえー、身体障害のある方でも乗っていただきやすい皿型のバスケットブランコあるいは車椅子に乗ったまま利用できるテーブル型の砂場などを設置してございますで、えー、っと今年度とこれからの予定でございますけれどもまず今年度につきましては 西京区にございます竹の里公園にバスケットブランコそしてハーネス付きのブランコこういうものを設置をさせていただきました。で来年度につきましては1公園で新たに設置を予定しております。で今後もですね地域の皆様のご理解そしてあのどうしてもこう動線の確保とかですね一定の広さというものもやっぱりかかってきますのでそういう条件が整うような公園こういう公園につきましては このインクルーシブ遊具について順次設置をしていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。総委員はいありがとうございます。であのこのインクルーシブ遊具がですね設置されているということをやっぱりこの広く周知をしてもらう必要があるんじゃないかなと思っております。そしてまたこの せっかく行ったけども利用方法がわからないというようなことになってると、えー、やっぱりなかなか厳しいんじゃないかなと思うんですけどもそういった意味でその利用方法なんかをこう示した看板の設置とかですね、えー、どこに設置されてるのかとそういうようなことを要するに情報発信の取り組みをしっかりお願いをしたいと思うんですけどもこの点についてどのようにお考えですか田中市長 はいあの局別質疑でもご質問いただきましたけれどもまずあの利用方法を示した看板これにつきましては先ほど申し上げました竹の里公園に先日設置を完了したというようなところでございますでまたあのインクルーシブの考え方などをどのようにお知らせするかということにつきましてはこの間ですね障害のある子どもを持つ親御さんのグループあるいはインクルーシブデザインを専門とする学識者の方々 と色々お話をして検討を続けておりますより多くの方に理解を得やすいあるいは分かりやすいものに向けましてできるだけ速やかにまとめてまいりたいというふうに考えてございますでまたあの市内のどの公園にインクルーシブ遊具が設置されているかという情報につきましては現在あの叩きができておりますので今年度中に本市の緑政策推進室のホームページにアップをしてまいりたいというふうに考えてございます以上です相川員 はいいああのー、ありがとうございます、えーまあ、今後のですねやっぱり公園のこの遊具の更新また整備これはやっぱりあのー、いろいろ厳しいこの京都市の財政状況ではありますけれどもまさに厳しいがゆえにですね有効な使い方そしてまた活用を求めていきたいというふうに思ってますけれども特にこのインクルーシブの この視点をこのしっかりとあの取り入れたこのいわゆる方針というか、まあそういったことをやっぱり打ち出していってもらいたいというふうに思います。やっぱりあのどんな人どんな形であれ、その講演を利用できる。そして公園で様々にあの健康の面でも。 さまざまなこの取り組みができるというようなことは非常に重要だと思いますので、そういうこの観点から、今後のですね、えー、見通しについて、どのようにお考えがお答えいただきたいと思います田中市長、はいえー。今後のですね遊具の更新、あるいは遊具の新規整備にあたりましては、インクルーシブな視点をどのように取り入れていくか、その在り方について、えー、この間、ずっと検討しているというところでございます。で一方で 議論するだけではなくてそういう遊具更新などのタイミングで設置の条件が整った箇所こういうものにつきましては随時このインクルーシブ遊具の設置を進めてまいりたいと,ということも考えてございますそのためですね行政だけではなくて利用者あるいは知見を持つ専門家の皆さんとも幅広い視点で意見交換を進めていきたいというふうに考えておりましてその取りまとめたあり方あるいは考え方ですねこういうものにつきましては えー、令和7年度に、えー、緑の基本計画が改定しますけれども、そういうものにつなげていきたいというふうに考えてございますあの。このインクルーシブな視点、こういうものは非常に大事だというふうに私どもも認識しております。この視点を持った公園づくりというのは、えー、非常にまあこれからの、まあ、共生社会ですね、そういうものにも、えー、有効、あるいは大事であるというふうに考えてございます。 ありがとうございます。あのー、ぜひこの講演の取り組みをしっかり取り組んでいただきたいというふうに思っております。であの私あの非常にあの個別の話で恐縮なんですけれども、まあ、今期をもちまして。 えー、ごき20年間の議員生活を終わらそうとあ終わる予定でござい予定というかまあ終わるんですけれども、まあ、今日がその常任委員会の最後ということでございますで非常にあの、えー、今日まであの講演であるとかそれから、えー、建設局の、まあ、土木事務所の、ね、あり方であるとかそういったことで 本当にあの谷口局長はですね、えー、伏見の土木事務所長時代にですね あの私の非常にあのいろんな無茶なあな相談も聞いていただいてあの時代に谷口所長がおられへんかったらあの段階でこの政治生命終わってるんちゃうかというようなこともですね思うようなこともまあちょっとオーバーかもしれませんけれどもそういうこともありましたあのそういったあの思いを持って建設局の皆さんのに対して心から感謝を申し上げましてえ質疑を終えたいと思っておりますので。 よろしくお願いします、ありがとうございました。この件に関連して他にございませんかかよろしいですか <laughs>、はい、なければ次に、今後の建設行政について、中村委員、どうぞ。 中村委員,、はい、委員長それではよろししくお願いいたします建設局は公共土木施設の維持、保全や防災・減災対策などを通じて、まあ、市民の命と暮らしを守る極めて重要な施策を担っておりです、ねまあ、京都市の根幹を支える局であると、まあ、このように思っております、実際そうです。まあ、ですから私も 今回の予算においてもしっかり検察予算を確保すべしということで、まあ、代表質疑、また委員会でも、ね、言わせていただいたわけですけれども、まあ、今回ですね、定年退職を迎えるベテランの3名の皆さんについてはです、ね、今後の検察行政について、ちょっとお尋ねをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはめに和田市長にはです、ね、この4年間 まあ全国をリードする自転車政策の舵取り役としてですね、まあ放置車両対策やまた走行環境の整備、さらにはまあ京都市の自転車総合計画2025、まあこういったものの策定にですね大変ご尽力されたということでございます。まつ、あ、いてはですね、今回のご退職にあたりですね、これまでをまあ振り返ってみての所感、また自転車政策への今後のあるべき方向などそういった思いを。 聞きたいいなと思いますすすごご所見をお尋ねいいいたしままま和田自転車政策推進室長はい、ありがとうございます、えーま、ず初めに、あの司会の先生方におかれましては、この施策を進めるにあたり、さまざまな観点からあのご支援、ご協力いただきました、改めて御礼申し上げたいと思います。えー、それでは自転車政策についてでございます。えー、京都市の自転車の利用環境、この間、あの大変、まあ、大きく変化をしてきたと考えております。 放置自転車ご紹介ありましたように地元の方々とも協力し駐輪場の整備あるいは啓発撤去等に取り組んだ結果大きく減少いたしましたまたルールマナーなどの対策につきましても地元の方々やあるいは警察教育委員会等と連携した対策を行ってまいりましたさらには全国に先駆けまして自転車保険の義務化あるいは矢羽根の面的な整備 こういったものも精神的な取り組みも中村先生はじめ先生方にさまざまなご意見いただきながら確実、着実に進めることができたと考えております。その結果、現在、京都市の自転車の事故の減少率でございますが、全国平均を大きく上回っている、そういう状況となっております。 こうしたことから京都市の自転車政策、全国的にも高い評価をいただいているところでございまして、そうした業務に関われたこと、大変ありがたく思っている次第でございます。これからでございますが、こうしたこれまでの成果を土台に、シェアサイクルなど、さまざまな形での自転車活用を推進していく、そういう計画を作っております。電動キッククボードななど、まあ、また新た新モモビビリリティマイクロモビリティと とどう調和していくかなど新たな課題も出てくるかと思いますが今後も自転車共生都市京都と,としてさらに発展し全国をリードするそういう自転車の政策を進めていただけるものと確信しておりますぜひ先生方におかれましてもこれまで以上のご支援ご協力いただきますようお願い申し上げまして答弁とさせていただきますこれまでどうもありがとうございました中村委員 ありがとうございました私一長はね言うていいのかからんけど見かけそのまさか退職と思えないねその負け、ま、の方も含めてですねそんなお年とはみんな思っておりませんでしてまだまだ枠をございますんでまあこれからのご活躍をご記念申し上げますお疲れ様でございました次にですね神原部長さんにおかれましてはですね、まあ 現役最後の6年間を都市整備でまあご尽力されて、上鳥羽南部地区の区画整備事業を完成させるとともに、また伏見西部第5地区における産業用地の創出、また市街地再開発施設の管理などにまあ取り組まれてこられました、まあそこで,で、ついては今後の土地整備事業に対する蒲原部長の思いと、それから退職にあたっての思いも、 合わせてですね、お尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。神原部長、はい、あの大変貴重な時間をあのいただきましたのありがとうございます。あの今先生の方からもあのご紹介ございましたけれども、私あのこの最後の六年、えー、都市整備部市街地整備課にあの所属させていただきました。えー、振り返りますと、えー、実はあの私建設局に三、えー、度、えー、勤務しておりまして。 ソフト局、ハード局、勤務しておるんですけれども、建設のこの3度っていうのが、局で言いますと、最多ということでございます。しかも、この3度ともですね、今の都市整備部が所管しております、区画整理事業、市街地再開発事業に関わってきたということで申しますと、建設局の中でも今の事業、一筋というような形で来たところでございます。一番初めは30歳代で 建設局に関わりましてであの今ですね改めて関わりますと今もまだあの事業をやっている、まあ、あの地区があるということで、まあ、随分あの、まあ、長いことやってるなというのが正直なところでしてそういったことに関しましてはあの司会の先生方の方からももっとスピーディーにと。 いうような指摘をたびたびいただいておるというところでございます。であの先生もおっしゃっていただきましたように、上戸羽南部地区、51年もかかったわけですけれども、幹事処分が皆様のおかげでできたということで、この点、大変感謝しております。それと、先ほどの陳情審査もございましたけれども、山下の市街地再開発事業、渦正天神川の方につきましても、この間、 市街災害発事業をやったわけですけれどもやはりあの町のにぎわいということにつながってきているのかなというふうに感じておるところですであの今現在ですね、えー、伏見の3つの地区、えー、先生これご紹介ございましたけれども第5地区におきましては企業の誘致を行うまあ産業用地の創出ということでこれまでの区画整理事業とはまあ違う切り口で持ちまして、えー その地区の地域のまちづくりをすることはもちろんなんですけれども、市全体のやはり財政であったり、活性化につながるというような視点を持ちまして、事業に取り組んでまいったと、今後もですね、それを引き継いでい,た,い,い,でいただきたいというふうに切に願っておるところです。最後になりましたけれども、ちょっと私は個人のことになりますが、まあ、こういった場で、 ご指導、ご鞭撻、いろいろまいただくことによりまして、本当にあの恵方湯経験をあのさせていただいたというふうにあの感謝あの改めてあのしているところでございます。ちょとはなと花形の簡単ではございますけれども、本当にあのあのお世話になりました。ありがとうございました。中村委員。はい。はい、どうも長年お世話様でございました。 どうぞあの十分健康が大事でございますんで留意されましてさらなるまあご後輩にですね何かとご助言もいただきまたさらなるご活躍をよろしくお願いいたします最後になりましたが田口局長ちょっと最後お聞きしたいと思うんです <laughs> まずまあ本当にまあ田口局長は三十七年間とにかく検察局都市計画局ということでまあべったりとですね。 当局のご体制、多大なるのご尽力をいただいているということは、みんながよく知っているところでございまして、特にまあ印象深いのは、台風、ね、18号のときにですね、もう奔走されて、もう汗たらたらで,です、ね、あちこちあちこち、駆け取り回って、はって、かなりご苦労されたというのは、よくあの覚えております、まあ、そういうことがあってですね、今のようなこういう谷口局長の、そのご尽力があってですね、 この本市の災害対応能力がまあ格段と向上してきたとまあこのように思っております。まあついてはいよいよですねまあ5月8日に開設する土木緑事務所の末道水門をつけられました。もうついてはですね最後局長の方から今後の建設行政についてその所管とそれから退職にあたっての 思いを振り返っていただいて、思いをですね、お聞かせ願えたらなと思います。よろしくお願いします。谷口建設局長、はい先生本当にあの過分なお言葉ありがとうございます。あの先ほど総合先生からも過分なお言葉いただきまして本当にありがとうございます。 あのまあ、あの今、先生からご案内ありましたようにあの、えー、諏訪先生からも話ありましたあの伏見の土木の所長をさせていただいてその後本庁に来て、えー、平成25年、まあ、都一調整管理課長で台風18号オグ、えー、リスの問題があってというふうなことで、まあ、かなり紛争したというそこから、まあ、十数年間というのは、まあえー、とちょっと一時都市計画局の方にも行きましたけれども常にあの自分自身の、えー、頭の中にはその災害対応をはじめ 市民の安心安全っていうのがもう常にずっとあったのかなというふうに思っております。まあ、そういう意味から言うと、まあ、来年度新たに設置する新土木組合事務所、まあ、この設置っていうのは私自身ま万感の思いだなというふうに思ってます。で、この事務所があの今まで以上にさらに えー、市民サービスを向上させるっていうふうなことのためには、まあ、今まで以上に、えー、っと市民とのまあ信頼関係といいますか、まあ、相互理解これが本当に大事なのかなというふうに思ってますで我々建設局っていうのは非常にまあ分かりやすい市民の安心安全っていうのを目的にしてますんで総論的には市民の方と目的は大体一致するんですが。 ただ、えー、と個別の要望とかになりますやはり、えーまあ、できる、できない、あるいは優先順位でちょっと待ってねとかっていうようなことで、まあ、なかなかこう一致するところもあれば、溝ができてしまうところもある、まあ、ここをいかに今後、しっかりと市民の方に理解していただくっていうふうに持っていくのかというのが、あの本当に大事なのかなというふうに思っておりますし、まあ、そういう観点からで言いますと、あのまさに先ほど、曽川先生のほうからありました、 えとここの、えー、と司会の先生方っていうのは、我々と市民のつな、まあ、ぐ役割、間に入っていただいているといことで、本当に、えー、と日頃からあの応援をしていただいている、助かっているなというふうに思っています、まあ、特に曽我先生なんかは、以前、伏見土木の時なんかに市民から要望、まあ、いただく、なかなかしんどいなというときに、我々から断ってもなかなか理解してもらえない、曽我先生に相談すると、えー、と分かったと。 一緒に一緒に納得するように説明されるというふうにおっしゃっていただいて、今でもあの覚えております、そういう意味でいうと、今後も本当に新事務所がさらに市民の信頼を得て、レベルアップしていくためには、歯科医の先生の皆さんの応援がこれからも本当に必要だなというふうに思ってますので、今後ともどうぞ、引き続き応援の方をどうぞよろしくお願いしたいなというふうに思ってます。最後にあのビリー生きながら何とか2年間 えー、曲がりなりにも、ま、建設局長の重責、えー、これに耐えられたっていうことは、えー、司会の先生の皆さんの本当に応援があったからこそだなというふうに改めて感じております、えー、この場をお借りしまして、えー、心から感謝申し上げます本当にありがとうございました <laughs> 中村委員はいあの田口局長とは私あはまず印象があるのがドローンね 私がいろいろ活用するのにですね、ちょっと見に来てえなということで、まあ、最初のまあそういったところでご理解いただいて、そのまあ、ね、活用についていろいろご理解いただいたりというのは私にとってはものすごく思い出あります。どうかあの次のステージでも、まだまだご元気ですので、ご活躍されますことを心からご記念申し上げ、これからのさらなる発展を。 心から記念しておりますどうも長い間お疲れ様でございました以上で終わりますこの件に関連した他にないものと判断し以上で建設局を終わります理事者お疲れ様でした委員の皆さんはしばらくお残り願います付託議案の取り扱いについてでありますが各会派等でご検討いただき 3月20日月曜日に開会する予定の委員会で討論決了といたしたいと思いますのでよろしくお願いいたします以上で本日の委員会を参加いたします委員の皆さんお疲れ様でした